さあ、大悟です。というわけで今日もなんですけど、今日はですね、職場の人間関係ですね。で、職場の人間関係って言うとなかなか、悩んでる人が多いと思うんですが、結構ね、出だしから間違ってる人がいるんで、そこら辺のお話と、いい人間関係を選ぶということと、その人間関係を作り上げていく、深めていく方法について今日はご紹介します。ね、大抵の方がね、その会社に馴染めとかよく言われて、会社の中の人間関係にどうやったら馴染めるのかってことで苦しむんですよ。だから、自分は会社には馴染めないんだ。なんでなんだろう。みんなあんな風にできるのにっていうですね、人がいると思うんですけども、はっきり言いますけど、例えば自分がね、そもそも馴染めない会社とか価値観が合わない会社ってのはあるんですよ。で、これはね、職場選びが間違ってるんです。だから転職とか就職するときに自分のアイデンティティに合った職場、仕事を選べてるかってことをですね、考える必要があって、大抵の方が人間関係で苦しんでるんですが、実際それ人間関係を直してどうにかなる問題ではなくて、職場の選び方が間違ってるってパターンがあるんですよ。だからまずはその話をします。で、これと同時に、いい職場の人間関係とか、やる気が出たりとか、自分の未来につながるですね、人間関係っていうのは特徴っていうのも分かってまして、まあ、要するに、ダメな奴らが集まってる職場に行くとですね、腐ったみかんの法則じゃないんですけれども、まあ、自分を腐っていくわけですよ。というわけで、まず皆さんに言いたいのは、人間関係の問題ですかそれっていうことを自分に問いかけてほしいんですね。つまり、これって自分が仕事に合ってないか、それとも、その仕事のその会社の人間関係というか、会社にいる人たちがそもそも、あんまり良くない人たちなんじゃないかってことをですね、疑った方が、いいというところですね。だからまあ分かりやすく言うと、例えばじゃあ皆さんが、靴のサイズがね、じゃあ26センチだとしましょう。足のサイズが26センチなのに、子供用の18センチの靴が届いて、自分のですね、足が靴に入らないと。で、それでですね、苦悶したりします。うわ、自分はなんでこの靴に馴染めないんだ、クーみたいな、俺は社会不適合者なのかとか思わないですよね。うん、だって靴のサイズ違うんだもん。でしょ。これと同じことを職場でやってしまっていて、で、その結果、自分は人間関係ダメなんじゃないか、職場の人間関係がうまくいかないとか思っちゃったりすることあるんですよ。で、特に今回、テレワークに皆さんなった方が多いと思うんですけど、テレワークになってどうでした？むしろ集中力上がったりとか、仕事が進んだりとか、気分が楽になったりとか、毎日充実して生活できるようになったりとかしませんでした？もしそうなったんだとしたら、皆さんの会社の人間関係はネガティブな方向にですね、影響してるですね、可能性があるわけなんですよ。だから、何が言いたいかっていうと、皆さんがそもそも自分に決して合うはずがない靴を履こうとしている可能性があるわけです。これは人間関係がダメなパターンですね。で、あとは、もうこれ当たり前ですけど、バスケをするときのね、にですね、バスケをね、じゃあみんなでバスケをしようというふうにですね、バスケ行くときに、ね、サッカー用のさ、スパイクとかさ、履いてきたらさ、まあ、当然うまく走れないじゃないですか。で、バスケをするときにさ、スノボ用のシューズ履いてたら、まあ普通に滑って転んでやばいことになるじゃないですか。っていうふうな、まあ、そもそも自分と合ってないものになぜか人間関係の場合は僕らって馴染もうとするんですよ、一生懸命。で、馴染めなくて、当然馴染むはずないですよね。18センチの靴をどうやって、ね、18センチの靴にどうやって26センチ足入れろって話したわけですよ。そう。だから、そういうふうにそもそも皆さんは間違ってないのに、適応しよう適応しようと無理なところに入ろうとして、で、人間関係とか心がズタボロになってしまうってことがあるので、はっきり言います。今は、働く側が仕事を選ぶ側です。はっきり言って。選ぶ側だし、職業なんていくらでもあるから、だから大事なのは、まずは職場選び。職場選び、人間関係選びっていうのを先にやって、で、それからそれを見抜く方法を解説しますんで、それをやってもらって、で、それから会う人との関係を深めていくってことをやればいいんですよ。誰に対しても会う人なんかいないから。どこの職場に行ってもうまくできる人間なんかいないから。そう。なので、今日はその話をします。はい。というわけでですね、まずは一番最初、今日ですね、番組、のタイトル下の説明欄の方とですね、コメント欄にいつものようにですね、おすすめの、動画が入っております。で、今日のテーマは、はっきり言います。人間関係のですね、職場の人間関係の問題を解決するにはどうすればいいのって話なんですが、そもそも問題設定が間違ってるよって人が結構多いので、人間関係に合わせるんじゃなくて、自分に合った職場を探すところから始めて、それから人間関係を深めていけば、まあ、誰でもいい人間関係手に入れられるわけですよ。ということをですね、解説するという動画になっております。今日の番組のタイトルの横にあるちっこい三角形を押してもらうと説明欄が出てくると思うんですが、この番組タイトル下の説明欄、または動画のコメント欄の方におすすめの動画、入れておきます。今日はですね、一つ目の、おすすめの動画はですね、やる気の出る職場選びと部下をやる気にさせる方法ってですね、動画ですね。で、後半の部分に関しては部下をやる気にさせる方法なんで、これはまあ一応リーダーとか、上に立った人ですね、組織をマネジメントしようという人のための、動画になってるんですが、これ40年の研究成果を元にしまして、やる気が出る職場を作るにはどうすればいいのってことを解説してる動画なんですが、皆さんが、下につく側、働く側、部下になる側、でも全然使えます。なぜかっていうと、
部下をやる気にさせるいい上司はどういう行動をしているのか、あるいは、やる気が出るような職場とか環境とかにいるとどうなるかというと、当然なんですけど仕事の、例えば成果が出るとか成長ができるとか、仕事でいい影響をですね、もたらされる成長が感じられる職場にいれば、変な人間関係の圧力とかなくなるわけですよ。ちゃんとみんなが、仕事に対して誇りを持ってたりとか成果を求めていたら、会社の中でね、無駄に相手の足を引っ張り合ったりとかする暇なんかないんですよ。もっと楽しいことがあるわけだから、だから毎日例えばね、高級料理食べれるとか、毎日高級フレンチとか高級イタリアンとか高級和食が食べれるにもかかわらずね、ベビースターをポリポリ食ってですね、空腹をしのぐバカはいないじゃないですか。つまりもっといいものがあったらそっち行かないでしょ。ベビースターも美味しいと思いますけどね、って話じゃないですか。バターがあるのにマーガリン使わないでしょ、それと同じなんで、だからいい職場の環境ができてるところって変な人間関係のですね、そういう無駄なですねグダグダ生まれないわけですよ。だからやる気が出る職場と、部下をやる気にさせる方法をですね、っていうのを学んでおくと、実は働く側もですね、これで上司や職場を見抜くことができるんですよ。というわけで一つ目の動画は、やる気の出る職場選びに関するですね動画ですね。40年間の、研究成果をもとに、解説した動画になります。そして二つ目の動画が、これ結構大事です。じゃあこれから転職しようとか、仕事を変えようと思ってる方全然いいと思います。コロナになって就職が決まらないんじゃないかってですね思う方いると思うんですが、そもそもですねコロナの後ってやっぱり会社って変化が必要なんですよ。テレワークに対応したりとか、これからいろんなことをやっていかないと、やり方をですねやっぱ全部変えていってあげないと、今までどおりのやり方は成功しないんですよ。てかこれから皆さんコロナが終わってこれで経済で、ね、上向きになるんだなんて思ってることはいないと思うんですけれども、ほとんど上向きになると皆さん思ってるでしょ。これからどんどん落ちてきますからね。だって今株価上がってるじゃん。で、実体経済は全然動いてないのに、いやーコロナがね、解禁されてこれで一回ね、経済が回るだろうっていうふうに予測だけで動いてるんですけど、これからね、こうなりますからね。そう。で、僕はだからもうこれからこうなったところで買おうと思ってますけど、いろんなものを思ってるんですけど、これから絶対下がっていくので、で、こうするとどうなるかっていうと、時代が変わるときっていうのは、新しい会社が台頭したりとか、新しいやり方っていうのが必要になります。これと同時に、新しい人材が必ず必要になります。だから今までは、じゃあ例えば IT を導入しなかった会社が IT を入れるってなったら IT 系の人材が必要になるし、そういうふうにですね、今までとは違ったものが必要になるんです。だからこれからねむしろね転職しまくりの時代になると思います。だからこうなるとどうなるかというと、新しい人材が求められているのに、いや今は転職してもあれだろうしとかって考えちゃって挑戦しない人たちは、挑戦しない企業と同じようにですね、まあ沈んでいくわけですよ。なのでやっぱり転職の技術を身につけておく必要があります。でこの時にやっちゃいけないのが、さっき言ったみたいにブラック企業とか自分に合わない企業ですね、こういう転職の時に選んだりとかしてしまうと、自分からですね人間関係をですね、悪くするっていうか、まあさっき言ったですね、自分の足は26センチなのに18センチの靴をですね買ってしまうというようなですね状況になってしまうわけですね。でこれを防ぐためにはどうすればいいかというと、そもそも僕らなんで転職するのかと、だからそもそも仕事って何なのってことをですね知っておく必要があります。心理学的にですね転職っていうのはですね、実はね、アイデンティティなんですよ。アイデンティティをですね変えたいと、つまり自分を変身させたい、自分を違う自分に変えたいっていう、感覚がこの転職のですね大きなモチベーションの一つになってるんですよね。だからつまり僕ら転職したいと思う時って、職場を変えたいっていうよりかは自分を変えたいと思ってるんですよ。だからほら自分を変えたい系のさやつとかさ、あとはなんかほら、自分を変わって人生変えようみたいなことをですね言う自己啓発のセミナーとかありますけど、実際これ中身がねちゃんとね自分を変えるためのことを教えてくれてるんだったらいいんですが、大抵はですね変われるような気がする、億万長者になれる気がするね、起業して成功できる気がするみたいな風に、その気がするだけで売ってるんでこれダメなんですけど、まあ、実際のねちゃんと科学的に正しいやり方とか説明するわけじゃなく、こういうことする人たちってのは転職したいんだけどできない、でも自分を変えたいっていう人たちを狙ってお金を取っていくわけですね。だからね、一月10万とか20万とか30万とか100万とか取って、まあそういう謎の塾とかやったりする人もいるわけですよ。で僕そういうねせこいことはやらないので、じゃあねこの転職するときに何を気をつければそういう風な地獄に陥らないかっていうと、これは簡単で、ワーキングアイデンティティっていうものを皆さん知りましょう。ワーキングアイデンティティですね。で、これはどういうことかっていうと、自分が仕事から得ている、あるいは仕事に求めているアイデンティティで、これをですね、分析することによって、どういう風に転職すれば、どういう仕事についてあげれば、自分の望んだアイデンティティが手に入るのか、つまり転職の目的ですね、自分を変えるという目的を、達成することができるのか、これをあらかじめ調べて、調べて明確にした状態で転職すれば失敗しづらいよねっていう話ですね。はい、というわけでこのですね、ワーキングアイデンティティ入門ということで、科学が認めた転職テクニック、ワーキングアイデンティティ入門という動画が2つ目の今日のおすすめの、動画になっております。そして3つ目なんですが、で、まあ、今言ったみたいに
職場を見抜きましょうと。そして自分の転職の目的、これを見抜きましょうということをお勧めしたんですが、次3つ目のお勧めはですね、敵と味方の区別はでもやっぱりつけましょう。会社に入った時に、やっぱり最初の頃って人間関係をですね、ゼロから作っていくの大変だと思うんですが、最低でもやってほしいのは敵と味方の区別ですね。で、これがちょっとわからないと、やっぱり人間関係選ぶってことをある程度やってあげないと、無駄に足を引っ張られる可能性もあるわけです。でも敵と味方はどうなるかなんかわからないと思う方いると思うんですが、これはね、ちゃんと特徴があるので、それはですね、ぜひですね、皆さんには覚えてほしいということで、3つ目の動画はですね、味方になる人、敵になる人の見分け方、バージニア大学の研究をベースにした敵と味方の区別の方法ですね、これを3つ目の動画で解説してますので、ぜひ番組タイトル下の説明欄、また動画のコメント欄からチェックしてみてください。そして、4つ目の動画がやる気を8倍にブーストさせる友達選びということで、実は僕らね、近しい友達とか同僚をですね、によってですね、僕らのモチベーションとかっていうのは激烈に上がるんですよ。最大でですね、8倍もモチベーションが上がって、トラブルを抱えるですね、可能性が少なくなったりとか、仕事がですね、進みやすくなったりとか、能率が上がったりとか、給料が上がるですね、スピードがですね、高くなったりとかするわけなんですよ。ということで、友達選びは超重要です。特に近しい人は。もっと言うと、会社に入って最初に選ぶですね、友達ってのはめちゃくちゃ重要になってくるので、それをどうやって選ぶのかと、どういう特徴にですね、気をつければいいのかって話をした動画が4つ目の動画になります。ぜひですね、チェックしてみてください。というふうにですね、要するに人間関係って一番最初にですね、どういうふうに選ぶか、自分が明確化できてるか、これによって結構決まるので、ぜひ今日のですね、おすすめの動画、ですね、4つの動画が出てますんで、これをですね、ぜひチェックしていただいて、まずは、自分がですね、その職場にそもそもね、自分の価値観と合ってるのかどうか、そしてワーキングアイデンティがですね、ちゃんと満たされた、職業についているのかどうかっていうことをですね、考えてもらって、あとは敵と味方の区別ができるようになって、そしてより仲良くなるための相手はですね、誰なのかと、仲良くなることによって自分の仕事の成果が上がる相手は誰なのかってことを知るというところまで、ぜひやってみてくださいというお話でした。ぜひやってみてください。そして一応今日おまけとして、人間関係を深めるための、テクニックもですね、乗っけておきます。最速で出世するためのボストン大学式人脈術とか、少ない友達で幸せになるためのスーパーコネクターとの出会い方、これ友達関係作るの苦手な人はスーパーコネクターを見つけて、スーパーコネクターとだけ仲良くなっておくと、誰とでも繋がれるようになるんですよ。もうやたら人脈が多い人ですね。こういうスーパーコネクターとの出会い方。で、あとは裏切られない人間関係を作る方法。まあ、相手とのですね、関係をですね、簡単には裏切ることができない関係に変えていく方法ですね。とか、あとはですね、無駄に誤解を相手に与えると良くないので、人によっては誤解を与えやすい話し方をしちゃってる人もいるので、数千時間にわたる研究で明らかになった誤解をなくす話し方。この動画も時間があれば見ておくといいかもしれません。あとはやっぱりね、先輩とか上司とかに、好かれておいた方が動きは、取りやすくなると思うので、ある程度余裕ができたら先輩上司に好かれる8つの会話術と、いう動画も用意してあります。で、こちらも番組タイトル下の説明欄、また動画のですね、コメント欄、からですね、チェックしてみてください。仕事でね、なんか場所とか職場で仲良くなれんのって人いますけど、大人のコミュニケーションとか人間関係なんて、ほとんど職場からしか生まれないですからね。恋愛とかですら職場恋愛の方が多いですから、職場恋愛とか友達とのからの紹介とかの方が多いですから、はっきり言いますけれども、人間の友情関係ってのは、長く一緒にいる人とですね、作るのが一番簡単なんで、恋愛ってことも何でもそうですが、やっぱね、職場を上手に使えるっていうのがですね、一番重要だと思います。職場がいいかどうかは別として、でもし職場でいい人間関係が作れないんだったら、それ職場が悪いから選び直した方がいいんですよ。っていうお話ですね。はい。スーパーコネクターに関しては、スーパーコネクターの生息場所とかもですね、もうポケモンじゃないですけど、生息場所とか解説してるんで、これも見てみてください。で、さらに本日のおすすめの本、番組タイトル下の説明欄に入れておきますが、さっき言ったみたいな人間関係のテクニックを紹介している超人脈術とか、あとはですね、ハイディ・グラント・ハルバーソンさんの誰も分かってくれないという人間関係の残酷な事実について、解説してる本ですね。気づかないための心理学ということで、人間関係でね、無駄に期待して傷ついたりすることがないように、するためのですね、本ですね。で、これも紹介して、います。はい。で、さらにですね、これまあ、ブラック企業とか、いわゆるこう、職場の難しいところって、ね、上下関係があるからなんですよね。この上下関係を、の構造を理解できると、結構簡単にコントロールできますよ、人を。だから自分の、まあ今、上に上がりたければ出世するために使ってもいいし、めんどくさい仕事を振られたくないとか、不利な立場に行きたくないって言うんだったら、まあ別に自分が出しゃばるわけでもなくですね、不利な立場にならないように上手にですね、活用するというやり方もあると思うんですよ。というわけで、そんなですね、職場における権力構造、これを教えてくれる本ですね。この著者といえばもう有名なジェフリー・フェファーさんですね。ジェフリー・フェファーの、ブラック職場があなたを殺すっていう本と、権力を握る人の法則、そして悪い奴を出世する、この3点セットをですね、ご紹介しておきます。ブラック職場があなたを殺すはね、これは転職するときは読んどいた方がいいですよ。ブラック企業とかブラック職場ってね、入る前はすごくやりがいがあっていい職場に見えるんですけど、入ったらクソブラックだったみたいな話って皆さんよくありません？で、これブラック企業ってね、やっぱ分かってるんで、自分たちがブラックだということを。だからね、周りにはよく見せようとするんですよ。そうやって、ブラック企業ってのは、
アリ地獄のようにですね、人をですね、吸い込んで離さないということをやるので、ちゃんとね、見分けるですね、いや、絶対ブラックだってわかるでしょって思うんですけど、入る前は魅力的な企業だったなんていうのはですね、よくある話なんで、ぜひですね、このクソブラックをですね、にですね、陥らないために、今このブラック企業の本だけは読んでた方がいいです。ブラック職場があなたを殺すっていうブラック企業に関してですね、調べられた、本ですね。で、まあ、会社の中での権力を手に入れたいんだったら、その他の権力を握る人の法則とか悪い奴と修正するって本も読んでおくと、よりですね、参考になると思います。ただ、ブラック企業の方は読んでた方がいいです。これね、ほんとハマるんで、転職するときは必ず読んでおきましょう。自己防衛のために。はい。で、さらにですね、今日は、いつものようにですね、僕の、オーディオブック、まあ、一冊ですね、通常 Amazon でオーディオブックって3000円くらいするんですが、僕のオーディオブック今月、一人一冊までですが、無料で聞けるというキャンペーンをやっております。後悔しない超選択術とか、知識を操る超読書術、あとはですね、自分を操る超集中力とか、そういった本が今無料で聞けますんで、ぜひ興味がある方は、番組タイトル下の説明欄からおすすめの本とともに、僕の無料のオーディオブックも聞いてみてください。というわけでおすすめの、動画、そしておすすめの本は番組タイトル下の説明欄、またはコメント欄の方からチェックしてみてください。それでは、今日も皆さんの質疑応答を受けていこうと思います。今日は飲まないのって話なんだ。今日も飲みます、飲みます。今日は石蔵です。はい、戻りました。はい、エシゾを何本飲むねんっていうね。そう、いや僕はね、とりあえず毎日エシゾを飲める生活をなんかしたいなと思って、別に毎日飲むわけじゃないんですけど、毎日エシゾを飲める生活をちょっと目標にしようとですね、ちょっと頑張ろうと思っておりまして、とりあえずまあ一回やってみようということでやっております。うん、エシゾをね、 DRC のエシゾをしていつものやつって言ったら、これ普通に喧嘩売ってるというか怒られるやつですけどね。うん、はい、あーやっぱちょっと違いますね。ちょっとね、2015かな、これちょっと若いんですよ、いつものやろ。これで2014でいつものやつと同じだったら受けますけどね。うん、ピコさん、水飲むの、喉乾いてたの、喉乾いてた、喉乾いてた、喉乾いてた、ね、ちょっとみんなに顔見せようよ。君いつもなんかいなくなっちゃうから。ピコでーす、ピッコでーす。いでいいじゃん、ほらみんな見てるよ、かわいい、かわいい、かわいいね。なんか嫌いじゃないんだよね、嫌いじゃないんだよね。降りる？降りたい？いや。はい、というわけでじゃあ皆さんの質問に答えましょうかね。よいしょ。お疲れ様です。マンウィズワンオーク EDM は複雑な音楽なんでしょうか？あ、微妙かも、それは。うん、それは微妙かも。電子音だから音楽として複雑かどうかってことは、すいません、それね、論文にはなかったけど、でも変調が多かったりとか、自分が聞いたときに、あ、ちょっと複雑性が高い音楽だなと思うんだったらいいと思う。で、EDM の中にも複雑なのと単調なのがあると思うので、うん、そこら辺はどっちがいいかな。例えば、うん、そうだな、EDM に入れていいのかわからないけど、あ、例えば Shape of You なんかは、あれはシンプルな曲に入るでしょうね。メロディーが覚えやすい、ああいう曲、トゥンテ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 ンの繰り返しじゃないですか。ああいうなんかはシンプルな音楽に入ると思いますね。はい、続いて、プリングさんからいただきました。30歳、独身女性、実家暮らしです。一人暮らしをしたく状況を考えています。今より生活レベルが落ちることや、ホームシックが心配で困ってます。どうすれば思い切ってチャレンジできるようになりますかと思うんですが、まずですね、実家から離れると生活レベルが落ちるって抜かす人が、すいません失礼しました、言う人がいるんですけども、そもそも実家での生活レベルの高さって仮初めですからね。それだって親のさ、お金を使ってるわけだから、それは自分の生活レベル上がってないんですよ。だから本来の生活レベルが上がるってのはどういうことかっていうと、自分の力で、稼げる能力を上げて、そして贅沢をするっていうのが生活レベルが上がったってことなんですよ。だから言い方です、親のすねをかじってる間は生活レベルが上がるとか下がるとかっていう次元の問題ではございません。これはもう本当学生と変わりません、はっきり言って。なので、てかむしろ勉強しないで してない学生みたいなもんなんで、僕はなんかね、そもそも一人暮らしをしないで仕事っていうのは、うんって思いますけど、僕実家暮らしのやつ雇わないもん絶対に。うん、嫌だもん。うん、だってまずほら、なんだろう、仕事とかしなくても、なんか頑張んなくても生きていけるって状態じゃないですか。で、そういう人ってやっぱ頑張らないから追い詰められてないし、変化もしないから。だからね、僕はそういう人雇わないんで、別に批判するわけじゃないんですけれども、生活レベルが落ちるっていうのは、それはですね、そもそも生活レベルゼロにすら立ってないので、そこはですね、ちょっと考え直した方がいいと思いますね。で、ホームシックが心配ってことなんですが、別にホームシックになったら戻ればいいし、電話するとか今 SNS で話すとか、ビデオ通話とかもできると思うんですが、はっきり言いますけど、辛さとかですね、悲しさとかですね、苦難をですね、やっぱ乗り
り越えない限りは人間というのは成長しないわけで、失敗とか恐れる人も全く同じなんですけど、失敗したらどうしよう、生活レベルが落ちたらどうしよう、ホームシックになったらどうしよう、じゃなくて、それを乗り越えたら何が手に入るかを考えるんですよ。一旦は生活レベル落ちると思いますよ。だから正確に言うと、自由に使えるお金減ると思うんですけど、だから、いい生活をしようと思って頑張って、で、結果、まあ、いつまでも親がいるわけじゃないし、財産があるわけでもないんだとしたら、いつかは、その親よりもいい生活ができるようになる、今よりもいい生活ができるようになるって言って頑張るわけで、ホームシックも全く同じで、仕事が忙しくなかなか家に帰れないし、寂しいんだけど、だからこそ、そのメンタルを強くしようとか、人間関係、友達との関係を作ろうとか、ちょこちょこ親のところに帰れたりとか実家に帰れたりできるような自由な仕事に就こうっていう風なモチベーションになるので、だからね、失敗とかですね、そういうマイナスな部分が嫌だから動かないっていうのは、それは単なる言い訳なんで、まあ、その言い訳癖を直した方がいいかもしれないですね。はい。で、それを直すのであれば、一番ね、いい方法はですね、今日の人間関係の話で言うんだったら、自分の周りで同い年ぐらいで頑張ってる人とか、あとは自分の周りじゃなくてもいいです。世の中にいる人でもいいんですけど、同い年ぐらいで、苦難を乗り越えて頑張ってる人のストーリーとかに触れてみたらいいんじゃないでしょうか。そうするとね、自分も頑張らなくちゃなと思えるようになると思うんで、それがいいかなと思いますけどね。まあ、あとはそうですね、不安利用の、心理学ってどうしてもやっぱ不安になっちゃう気持ちはわかるので、不安利用の心理学っていう動画が僕のニコニコとかにあるので、そういうのとか見てもらって乗り越えたら手助けにしてもいいかもしれませんね。はい。まずは実家を出ることです。はい、はっきり言って。続いて、猫の保育園さんからいただきました。弟子歴3ヶ月です。大悟さんの動画に出会っていろいろ試している途中ですが、本日、健康診断で全て正常値になっていました。いろいろあった炎症が改善されていて嬉しいです。これからもどんな、知らない自分に出会えるのが楽しみです。本当に大悟さんや弟子の皆さんとの出会いに感謝ですということは、ありがとうございます。なんか保護猫事業今大変そうなんで頑張ってください。ぜひぜひ、全然、感謝はすごい嬉しいですけど、僕に、スーパーチャットを、投げる代わりに猫を助けてあげれば僕の方が、喜ぶと、僕もね、そっちの方が嬉しいので、はい。ぜひ頑張ってください。大変だと思いますが。レシキさんからいただきました。大悟さんこんばんは。二日も生放送見れて感動してます。大体10時ぐらいからやってます。10時目安ぐらいにやってます。僕は10時目安ってことは、まあ、10時から10時半の間ぐらいに始まるってことですね。はい。大悟さんこんばんはということで、質問です。女性クリエイター系の仕事です。職場の上司のチャットでの言葉遣いがきつく見えます。自身に向けられたきつい言葉に不快感を覚えながらも怒られるのは自分の技術不足と、考えを落ち着こうとしています。自分が悪いのでしょうか、それとも先輩の言葉遣いもきつすぎるのでしょうか、長文になってしまいすみませんってことなんですが、その言葉遣いを見てないから何とも言えないんですが、まあ、悔しいと思うんだったら、やっぱり能力をですね、高めるってことをやればいいと思いますけどね、怒りの感情っていうのは僕らの問題解決能力をですね、高めてくれるので、自分がダメなのかな、それとも先輩がきついのかなって考える時間があるんだったら、くっそこの先輩の口黙らせてやろうと思って頑張るってのがいいと思いますからね。僕も散々いろんな人にいろんなことを言われましたけど、やっぱりね、見返してやろうってモチベーションはかなり強いモチベーションになるんですよ。不安とか恐怖とかあると思うんですが、それを乗り越えていくってのが大事だと思います。ただ、ダメなところといいところっていうのはやっぱり人間ってみんなあるので、変に落ち込みすぎると良くないので、普段ね、僕が紹介してるセルフコンパッションの、本とか、あとは僕のニコニコ動画にでですね、セルフコンパッションって検索してもらうと、自分のことをですね、認めることができるようになるためのセルフコンパッションの技術をですね、紹介してますね。そういうのとかをやりながら、相手から言われたネガティブな言葉とかをですね、こう分析していって受け止めていって前に進んでいって、いつかですね、見下ろしてやればいいんじゃないかなと思います。まあ、あとはね、まあでも確実に言えるのはですね、マネジメント能力が低いですね。きつい言葉を言ったところで相手がモチベーション上がるかっていうとですね、きつい言葉を言って部下のモチベーションが上がるっていう証拠はですね、全くないんですよ。全くないので、多分その人は少なくとも技術者としては上なんだろうけど、部下を持つマネージャーとしてはクソですね。はい。だからまあその程度の人間だと思うので、だから自分がそれを追い抜いた技術力を手に入れて、かつですね、下にいる人の苦しみを分かるような上司になれば、きっとですね、もう人としても、マネージャーとしても技術者としても超えれると思うので、ぜひ頑張ってください。続いて、水木さんからいただきました。残業なしで、有給取りやすく、人間関係も悪くはない職場ですが、新卒で入って10年以上同じ仕事をしています。ミスばかりで仕事ももらえず、自信を持てず、仕事にやる気も持てず、転職しませんでした。ん?え、基本的に転職しませんでした。多趣味でオファー充実してますが、趣味関係で仕事を探した方がいいでしょうかってことなんですが、転職しませんでしたっていうのがよくわかりませんけど、転職してみたらいいんじゃないですか?せっかくだったら。うん。趣味が仕事にできるレベルなのであれば、趣味をですね、その副業にしてもらって、したら副業である程度安定の助けになると思うので、大事なのはメインの仕事と、趣味とかでもいいし、自分の好きなことでもいいし、リスクを取るでも何でもいいんですが、副業を持ってもらって、で、この副業を、ですね、趣味がですね、こう二輪車になるような感じにしてほしいんですよ。そしたら、例えば、本業の人間関係が悪くなったとか、やりたい仕事じゃないなというふうに思って転職したいなと思ったら、すぐ転職できるわけです。なぜかっていうと貯金もあるし、その趣味の分がお金にある程度なってるんだったら、そのおかげでですね、転職に関するハードルは下がるからなんですよ。だから転職してみたらいいんじゃないですか。全然全然
今の自分の仕事で例えばやる気出せないとか、今の自分の仕事がうまくいかない、人間関係がうまくいかないって人いると思うんですけど、これって今の仕事とか職場だからうまくいってない可能性も十分ありますからね、はっきり言って、場所が変わったらうまくいく可能性もあるんだ。だって僕だって皆さんと同じような普通の会社に入ったら絶対うまくいかないので、僕は協調性がなさすぎるんで無理なんで、はい。上司が間違ってることを言ったら、間違っているってことをですね、目の前で証明、みんなの前、なるべくみんなの前で証明してやろうと僕思っちゃうタイプなんで、だからね、僕は、そういうの向かないんで、だから、仕事をですね、探すっていうのは全然いいと思いますよ。今日の番組タイトル下の説明欄に入ってる、科学が認めた、転職テクニックである、ワーキングアイデンティティとか使ってもらえばよりいいんじゃないかなと思います。副業禁止の会社なんかあるんですか？別に黙ってやったらバレないからいいと思いますよ。うん、そんな、だって、親の名前とかを借りて、会社とかを作って、で、会社の口座に入れるようにしたらバレないですから、そんなもん。うん、別にやればいいと思いますよ。うん、そして厳密には副業じゃないしね、自分がお金もらってるしで、自分が株を持っている法人がお金もらってるだけなんで、例えば株式投資、未公開株への株式投資すら禁止な会社だったら別だけど、そうじゃなかったらあれ副業に入らないんで大丈夫ですよ。で、副業だって言われて訴えられそうになったら、もちろん弁護士に確認しておく必要あると思いますけど、多分それね、弁護士っていうか、労基に確認しておく必要あると思うんですけど、労基局に駆け込んだら、その会社多分ね、しばらく営業停止になると思うんで。うん。副業申請しなきゃいけないところありますよ。でもそれ会社が決めたルールですよね。だから関係ないと思いますよ。それ別に法的に問題ないんだったら別に問題ないと思うんで。うん。全然。関係ないですよ。今時副業はダメっていうかしよくわからないですけどね、はっきり言って。副業をやらせた方が、本業にもいいですね、影響があるっていうの出てるのに、うん。で、まあ、ご自分でね、それは調べてみた方がいいですけど、僕は副業禁止なんていうダサい経営者になりたくないかな。続いて、ハトさんからいただきました。朝 HIIT バーピープラスプロテイン、かっこ、継続3ヶ月4セット、から10セットできるようになり、夕方エクサシャステッパーの読書、継続1ヶ月15分から1時間まで延べ、日々健康を実感する一方で体型の変化はあまり感じられません。師匠は、体作りや食生活を変えてからどのくらいで目に見えた体の変化を感じるようになりましたかってことなんですけど、ね、4ヶ月から半年ぐらいでしょうね。全然運動したことないんだったら。で、あとはですね、どちらかっていうとね、運動よりもですね、カロリー制限とか断食の方が効くので、朝 HIIT バーピープラスプロテインって書いてあるんですけど、朝 HIIT バーピーだけにして、昼にプロテインにしたら、普通に。断食時間長く取った方がいいですよ。それが一番変わると思います。副業にならないと思うんだけど、会社作ったら。会社を、親の名前で会社作って、自分がその会社のですね、100% 株主だったら名前どこにも出ないし、振込先も会社になるし、関係ないと思うんですけどね、そしたら。はい。続いて、リーさんが、で、あとはもう一個言います。副業禁止の仕事ってリスクがすごいですよ、今は。今こんだけほら、いろんな仕事がさ、どうなるか先わからないし、半分の仕事はなくなるって言われてるんですよ、今、将来には。もう数十年したら、もう10年、20年ぐらいで、今ね、現存している半分のですね、職業がですね、不要になるというふうなですね、研究も出てる状態でですよ。皆さんが仕事1個しかなかったら、1個しか持ってなかったら、その仕事将来なくなってる可能性結構高いですからね。50% の確率でなくなるわけですから、2つ持っといたら、どっちかの仕事がなくなるとしても、ね、両方ともですね、失う確率って結構低いじゃないですか。25% とかですけど、それもでもね。だからその1個の仕事に集中しなくちゃいけない、他の副業一切禁止だみたいなことでですね、言う会社ってのはそれだけリスクだと思いますけどね。続いて、リーさんからいただきました。大悟さんこんばんは。長文ですみません。正論を突き出してくる知り合いがしんどいです。私が原因で知り合いに迷惑かけてしまっているのと、仕事の付き合いもあって関係をすぐに切るのも難しいです。大悟さんならどうしますか？いや、切りますね、普通に。仕事の付き合いがあるから関係をすぐに切るのも難しいっていうのは、それ、どういう意味かっていうとですね、その人がいないと利益が出ないって意味だったら、切るのは問題があると思う。その人との関係をなくしてしまったら売上が激烈に下がるとか、なんかね、壊滅的な打撃があるとかだったら別ですけど、そうじゃなかったら別に仕事だけの関係で、いいんじゃないですか。仕事の話以外はしないっていうふうに決め、だったらいいんじゃないかなというふうに思いますが、あと正論を突き出してくる知り合いがしんどいってことなんですけど、正論に対してしんどいって思うってことは、要するにあれですよね、自分がその正しくない立場を立ってるってことかな、なのかな。だって正論ってね、正しいから正論なわけじゃないですか。正論すぎるから受け入れがたいから、ぐさってくるんだなっていうふうに思うんですよ。私が原因で知り合いに迷惑かけてしまっているっていうふうにご自分でおっしゃってるんで、だったらその原因を取り去ればいいだろうし、僕だったら、嫌なやつだっていうふうに思うんだったら別に切ればいいんだけど、自分が原因で迷惑をかけていて相手が正論返してくるんだったら、まあ、その原因を自分がどうにかするしかないと思うんで、まあ僕だったら原因を取り去る努力をしますかね。で、その原因が例えば、別にね、向こうがね、イチャモンつけてるだけでね、嫌なこと言ってるんだったら相手を切るだけで終わりだけど、でも、向こうへ正論ってことは向こうへ言ってることは正しいってことですよね。ごもっともな指摘をされていて、自分に原因があるんだったら、それ解決したらいいんじゃないでしょうか。
そう、その原因を解決する方法について聞いた方がいいと思います、それは。うん、はい、続いてですね、ひろとさんからいただきました。実家で一緒に暮らす31歳の姉と、会話がゼロのことと、彼女の、素行の悪さに、悩んでいます。反抗的な態度を取るわけではないが、家族を無視する、挨拶しない、部屋がものすごく汚い、部屋着を全く洗わないなどなど、まあ、すごい、すごいですね。いろいろ、なるほど。まあ、家族として問題があるってことですね。大体質問は3行以内でお願いしますね。あまりにも長いと読まないですからね、僕ね。はい。親には、兄弟は自分の人生にほぼ影響ないんだから、自分のことに集中しないと言われます。ごもっともですね。ですが、結婚相手に惹かれないかなどなど将来が心配してどう思われますかってことなんですが、はっきり言いますけど、ごもっとも、ごもっともです。ご家族の指摘ごもっともです。自分の人生に影響を与えないんだったら、はっきり言って問題ないと思うし、結婚相手に惹かれないかどうか心配ってことなんですが、別に結婚相手と、結婚相手ってのはご自分の結婚相手ですよね。ご自分の結婚相手って家族何も関係なくない？うん、結婚ってよくなんか家族同士の運とか親に紹介だから兄弟って言いますけど、別に関係なくない？お互いの人生なんだから、別に兄弟に紹介する必要も別にないと思うし、仲良ければ紹介してもいいけど、親に紹介する必要も僕極端なし僕別にないと思ってますよ。うん、してもいいけどね、僕仲悪くないんで別にしてもいいけど、別にする義務はないわけですよ。結局ね、みんな何だろうな、世間体にとらわれすぎていて、それする必要別にないですよねって、みんながするから親とか、兄弟とかに、自分の結婚相手を紹介するって常識はあるけれども、でも別にさ、それってしなかったらなんかまずいのかって言ったら別にないわけですよ。昔みたいに家族単位じゃないと生きていけないとかそういうのがあるんだったら別だけど、ご近所ってあるわけでもないし、同じような家に住むわけでもないから、まずは自分のことを考えた方がいいと思いますけどね。マインドフルネスの世界でもそうですけれども、やっぱりなんかだろう、こう自分の人生と向き合いきれてない人って他人のことが気になるんですよ。だから他人の悪いところを指摘したりとか。だからいません？ほら、さ、自分の家だってさ、もう、なんだろう、夫婦関係めちゃくちゃなくせに、他人の夫婦関係ばっかり首突っ込んでくるさ、迷惑な親戚のおばちゃんとかいるじゃないですか。ああいう人間になりつつあるっていう自覚をした方がいいかもしれないです。まずは自分に対して、クリティカルシンキングを発揮して、自分の人生をもっと良い方向にするにはどうすればいいかと。で、その状況で、もし、お姉さんとか相手の行動が障害になる、実害が出るんだったら対処すればいいけど、この文面だけだとなんとなく気になるから対処しちゃったんじゃないですか。そんなことしてる暇は自分にありますってことを、一回ですね、向き合った方がいいかもしれませんね。で、自分の人生とその価値観と向き合うためには、僕ニコニコで、自分を知るための6つの、質問と、価値観リストっていうですね、動画があるので、そういうところを見ていただいて、本当にそのお姉さんのその素行の悪さとか、なんか部屋が汚いとかっての解決するのは、自分の人生にとって大事な行動なんだろうかってことは一回考え直してみた方がいいと思います。はい。うん。関係ないものは関係ないんで、自分にとって本当に大事なもの以外はどうでもいいと思った方がいいですよ。全部どうにかしようと思ったら、これはですね、これこそですね、思考のゴミ屋敷に陥ります。家の中に物はなくて綺麗かもしれないけど、周りの目線を気にしてどうでもいい人たちの目を気にして生きるってのはどういうことかっていうと、他人に人生をコントロールされてるんですよ。だからまあ、部屋の中は綺麗かもしれないけど、頭の中には他人の目線とか他人の思考とか、他人が勝手に作った常識とか思い込みとかそういうのでですね、頭の中とっちらかってるんです。だから頭の中がゴミ屋敷になってる人って僕はいつも言うんですけど、だから自分にとって本当に大事なものは何なのかってことを、もう一回見つめ直した方がいいと思います。はい。続いて、たゆきさんからいただきました。いつもありがとうございます。薬剤師です。薬剤師から全く、違う業界に転職したいと思ってます。いいじゃないですか。給料は今の半分くらいになります。ちなみにスポーツ業界です。給料が下がる転職についてどうお考えですかってことです。あ、これ全然問題ないと思います。なぜかっていうと、今日のですね、番組タイトル下の説明欄のところにも入ってるんですが、最速で出世するためのボストン大学式人脈術とか、僕のですね、人脈術関係のですね、動画、ニコニコで見てもらうとわかると思うんですが、給料に対するですね、満足度っていうのは、2倍、3倍は余裕で変わりますからね。わかりやすく言うと、例えば、職場に3人以上の友達がいる職場と、職場に友達がいない人間関係が悪い職場を比べると、給料に対する満足度は3倍の開きがあるんですよ。つまり、友達がいない、仕事で、60万円もらってる人と、3人以上友達がですね、いる職場で、20万円もらってる人のですね、人生に対する、仕事に対する、給料に対する満足度ってのは一緒なんですよ。だから、給料で仕事は選ばない方がいいです。うん。ゆこさん。やほ。はい。というわけで、渡辺さんからいただきました。声が苦手な人がいます。その人を好きになる以外で、その人の声が苦にならなくなる方法があれば教えてくださいってことですが、別に付き合わなきゃいいんじゃないの？うん。そんな苦手なら。別にその人と付き合わなくちゃいけない理由がちょっとよくわからないけど、
どうですかね。あと、禁止すぎ感はあるかもしれないですけど、他人の声とか別にどうでもよくない？だって自分の声がどうのとかさ、その人とずっと四六時中一緒にいなくちゃいけないとか、なんかね、結婚相手とかだったら別ですけど、そうじゃなかったら近づかなきゃいいわけだし、多分おそらくそれはその声が苦手うんぬんってよりかは、なんだろう、自分の、その注意力のコントロール能力がないっていう可能性があるので、僕の入国での集中力関係の動画とか見てもらって、注意力のコントロールをですね、の練習をしてもらうか、あるいはですね、まあ、いつも紹介してますけど、Search Inside Yourself っていうですね、瞑想関係の、本ですね、マインドフルネス瞑想の本を読んでもらうか、それがこういうやつですね、マインドフルネスストレス低減法、ジョン・カワド・ジンさんの本ですね、こういうのとか読んでもらって、注意力のコントロールのテクニックを学んでみるといいかもしれません。はい。なぜかっていうとですね、僕らの注意力って、一定の方向に向くと、その向いたものが気になるんですよ。僕らってだから注意力が向いている、普段僕らが注意を向けやすいものの方が重要なものに見えるし、大きな原因のように感じるんですよ。例えば聞いたこともないような癌とかの話をされるよりも、飛行機事故のとかの方ですね。想像しやすいんで、死亡率がよく高く、ですね、見積もられるって話がありますよね。飛行機なんかほとんど死なないのに。だからよくテロとかでさ、テロが怖いからちょっと今、ヨーロッパねーとか言ったりする人いるじゃないですか。テロで何人ぐらい死んでると思います？もうテロで死んでる人数なんかですね、考えるぐらいだったら、普通にね、全世界からタバコ禁止した方がですね、人が死なないわけですよ。みたいな話があるように、テロってほとんど死なないんですよ。超絶小規模なんで。そう。だから、そういう意味で言うと、気になるものがやっぱり大きく見えるので、だからその注意力のコントロールをして、そっちにですね注意を向けない練習をする方がはるかにいいんじゃないかなと思います。はい、続いて、ネクストアオスさんからすごい1万2000円いただきました。借金300万円、25歳の、フリーランスウェブデザイナー、4年ほどで、安定時に50から70万ぐらいの段階で契約を取れるようになりました。停滞だと思い、この1年で亀足、モーショングラフィックを半年ずつ経験、技術を自分で経験して消化したものを作ることを信念に行動してきました。将来は海外で映画のオープニングを作りたい。今はデザインのもとにインプットとアウトプットの立ち回りに悩んでいます。大悟さんの意見を聞きたいです。なるはやで、海外アウトプット注力など、昨日の放送の悪魔に魂を売って、買い戻すという言葉が差し上げておりますことなんですが、これ何が言いたいんだろう。海外で映画のオープニングを作りたいんだけど、どうすればいいかって話なのかな。それはちょっとすいません、映画のオープニングを作る人たちがどういうルートで作ってるのかっていうのはちょっと僕あんまり知らないので、これでね、じゃあこうするといいっすよっていうことはあんまりアドバイスできないんですが、そしてこれは何を聞きたいんだろう。冷静に見ると、将来は海外で映画のオープニングを作りたい。今はデザインのものをインプットアウトプットの立ち回りに、インプットとアウトプットの立ち回りに悩んでるから、どっちをやればいいかとですね。はっきり言います。インプットとアウトプットで悩んだら、アウトプットを取ってください。これは当たり前なんですけど。なんでかっていうと、アウトプットするには絶対インプットがいるんですよ。だから、アウトプットするものを決めたりとか、僕みたいに毎日、例えば YouTube で2つプラス失業等出そうとか、ね、週にですね、2回、専門の論文とかをですね、解説するですね、ニコニコ動画のチャンネルをやろうとか、いうふうに決めちゃうと、アウトプットを先に決めちゃうと、それに合わせてインプットしなくちゃいけなくなるんですよ。これ強制力が働いて、勝手にですね、いろんなところでいろんなインプットが起きるんですよ。そう、ところがアウトプットを決めとかないと、インプットって自分の内側だけのものだから、インプットできてるかどうかもわからないし、インプットするモチベーションも出てこないんですよ。そう、使い道がないから。だからインプットとアウトプットでもなったら、アウトプットだけ決めてください。で、アウトプットだけもう固くなに、これは絶対一定数のアウトプットをこれでやろうっていうふうに言ってるようなアウトプットを決めたら、インプットは勝手に最適化されるんで、インプットアウトプットっていうのは、よくインプットを先にしよう、優先しようという人いるんですけど、逆です。アウトプット絶対優先した方がいいです。はい。というわけで、アウトプット優先しましょう。はい。アウトプット決めたら、インプットせざるを得なくなります。うん。少し疲れたさん、メンバーになっていただきました。ありがとうございます。続いて、ミミさんからいただきました。初対面の女の子と、に、容姿について整形した方がいいなどといろいろ指摘されて、ね、その時から、容姿について考え込むことが増えてしまいました。またなぜか、公の SNS でも、悪口を書かれてしまいました。初めて会ったタイプの方で、これからもかからないと思いつつ悪口が頭から離れませんってことなんですが、これに関してはですね、誹謗中傷への悩みだと思うんですけど、誹謗中傷への悩みに関してはですね、まあ普通に訴訟してもいいと思うんですけれども、基本的にですね、お金と時間が余ってる人以外は、あんま訴訟しても得はしないと思うんで、現在の。でも面白いですよね。今なんか誹謗中傷のことさ、みんなが騒ぎ始めたらさ、国がさ、情報開示請求を簡単にしてくるらしいですね。いやーもう早くやってほしいですね。そしたらもう僕もバンバンできるんで、はかどるんで。うん。まあそれは置いといて。はい。ということなんですけれども、人から言われた言葉がですね、頭に張り付いて離れないってことは結構よくあるんですよ。で、こういう場合って、どうすればいいかっていうと、他人から
から言われたですね、あの言葉が頭の中でぐる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 回ってしまって、でそのせいで何が起きてるかっていうと、半数思考みたいに自分の頭の中で同じですね、言葉とかそういうイメージが回っちゃってる状態になっちゃってるんですよ。で、これになると、うつの人とかもですね、この半数思考というのは結構起きるので、で、これを止める方法っていろいろあるんですが、さっきご紹介したみたいな、マインドフルネス瞑想とかやってもらって、メンタルをですね、強くするってやり方もあるんですが、僕のおすすめの方法はですね、過去、変えることができない過去をですね、受け入れる技術としても紹介した、ラディカルアクセプタンスって技術がありまして、これをですね、やってもらうと、より効果的なんじゃないかなというふうに一応思います。変えることができない過去を受け入れて、で、起きるかどうかもですね、わからない未来を心配して、人間って停滞することが多いんですが、これをですね、両方とも断ち切って、今この瞬間の大事なことにですね、注意を向けて受けるという方法がありまして、このラディカルアクセプタンスのぜひチェックしてみてください。で、これちょっと一瞬待ってもらっていいですか？ごめんなさい。のこさん、トイレしたな、君さっては。このタイミングでしないでよ、放送する前にしてよ。すみません、お待たせしました。いやちょっとね、僕がねタバコ嫌いな理由のですね、実は一番大きな理由でもあるんですけれども、僕ね嗅覚がね異常に敏感で、だからワインとかめっちゃ好きなんですけど、だからねもうね相当遠いというか、何部屋も向こうにある部屋で猫がトイレするとわかるんですよ。で気になる、すげえ気になるみたいな。はい、ということで戻ってまいりました。はい、めちゃくちゃね、はい、めちゃくちゃね香りに敏感なんです。3日前に焼肉行った人の香りとか分かりますからね。シャワー浴びてても分かる、やっぱり。まあ、香り強いシャワーとか、シャンプーとか使ったら、分かんないですけど。すごい敏感なんですよ、僕、香りに。だからってのもあるんですけどね。はい、というわけで井戸砂さんからいただきました。仕事での誤り癖、過去日はないのにすみませんが口癖で、家で後悔、手を抜くのが、うまく人任せな一回り上の年上の後輩の、2つに悩んでいますとかなんですけど、これちょっとわかんないな。仕事での誤り癖と、手を抜くのがうまく人任せな一回り上の、年上の後輩の2つに悩んでますことなんですが、それをどうしたいのかってことを書いてくれないと、これなんとも言えないな。例えば仕事での誤り癖を直したいんだったら、これに関してはですね、口癖になっていてそれを直したいってことであれば、自分の意思でちゃんと物事を断ったりとかノーっていう練習をするべきなので、僕のニコニコ動画にある、3週間でですねノーと言える性格になるですね方法っていうですね動画がありますんで、それ、見てもらうとですね、断り方ですね。秒で断る、技術とかっていう名前のシリーズやったと思うんですが、それやってもらえればですね、ちゃんと自分の意見が言えるようになると思うんで、まあ、それやってみましょうってのが一個で、手を抜くのがうまく人任せな、一回り上の、後輩ということなんですけれども、ね、これに関しては、ちゃんと指摘した方がいいんだと思う。だから、これ両方とも同じだと思いますよ。相手が手抜いてるって分かってるわけじゃないですか。手抜いたら人に任せてるってのが分かってるし、自分の意見がですね、ちゃんと言えないと、ね、謝っちゃうというのが分かってるわけだから、これ自分の意思を、自己意思をどうやって
強くするかって話だと思うんで、とりあえずノーと言える人間になるところからスタートした方がいいと思うので、さっき僕が言った秒で断る技術ってですねシリーズの、3週間でノーと言える人間になる、トレーニングという動画ありますね。それ見てもらって、まずはですね自分の意思を相手にちゃんとぶつけられるようになるというところからスタートしたらどうでしょうか。手を抜くのが上手いって思われてる人って、それ手抜くの下手ですからね。手抜くのが上手い人は手を抜いたのに抜いてないように見えるっていうのが手を抜くのが上手いって人ですから、あるいは手を抜いても、成果が変わらないところを手を抜くのが、本当の手を抜くのが上手い人なんです。だから僕なんか、僕ね手抜くのめちゃくちゃ上手いんですよ。僕は楽するのが大好きなんで、だからね、僕でよく効率化とかで、いや大吾さん合理的ですねとか言ってくれる人いるんですけど、じゃなくて僕手抜くのが好きなんですよ。例えば普通の YouTuber の人ってのはちゃんと編集して分かりやすくしてテロップ入れたりとかするけど、僕思ったんですよ。テロップ入れなくても結果が大して変わらないんだったら、もっと言うと、例えばテロップ入れて、動画を作るのに、テロップ入れない動画を作るのの3倍以上の時間がかかるんだったら、普通に動画適当に3本取りっぱなしで撮ってばらまいた方がよくねとかってふうに思っちゃうわけですよ。っていうふうに手を抜いても成果が変わらない、あるいは成果が増えるような方法ないかなって考えるのが僕好きなので、だから手を抜くのが上手い人ってのはそういうことです。手を抜いた結果、手を抜かない人よりも大きな結果を手に入れる、これが手を抜くのが上手い人なので、手を抜いてるってバレてる人はですね、これ手を抜くで下手な人ですよ。はい。続いてですね、ミーミーさんからいただきました。弟が給与ではなく手当をいきなり20万円カットされ、窮地に出されております。判例では会社に有利です。何か手当の、突破口ありますかとなんですが、判例では会社に有利っていうのは、これ弁護士かなんかに相談したんですかね。相談して判例で会社に有利なのであれば、多分訴えてもしょうがないと思うんで、これどうしようもないですね。手当の突破口としては、まあそうだな、転職したら、としか言いようがないですね。残念ながら日本はね、法治国家なんで、法律の範囲内ではですね、不道徳なことをしても許されちゃうんですよ、残念ながら。だからそういう意味で言うと、例えば発信力とか影響力があるんだったら、とんでもない会社だみたいなことを言って騒いだりとかすることでなんとかなるかもしれないし、あと今だったら、会社員への給料をですね、無限にカットしたりとかすると、問題になるみたいな、通達が出てる業界とかもあるみたいなんで、そういうのとかちゃんと調べた方がいいんですが、労基とかに相談したりとか、いわゆるこう、なんだろう、法律に照らし合わせても、もしその20万円の手当カットが合法というふうにですね、判断されてしまうんだったら、これはもうどうしようもないので、転職するしかないですね。これはまあ、これもしょうがないですね。だからむしろそれをバネにして、20万円ぐらいだったらね、それをバネにして、次のね、新しい仕事に進むにはどうすればいいかとか、まあそういうね、しょうもない会社だってことが分かったと思うんで、だったら逆に20万円の損でよかったと。これから先、例えば一生懸命自分が働いたのに急に倒産されて、ね、給料とか丸ごとね、手当も含めて丸ごと全部1ヶ月もらえないよりかは、まだ20万円の方が、ね、いいと思うんで、だとしたら、まあ、本当にそれがね、ダメならね、労基とかにちゃんと相談して、しかるべきところに相談して、ダメなら、次進んだ方がいいと思いますよ。考えてる時間がもったいないと思います。はい。アドラーさんからいただきました。相談です。つまらないことに、で、心が乱れ、時には、思考行動が停滞してしまうことを、抑える考え方。方法、参考になる書類など、書籍などを教えてくださいってことですが、つまらない子で心が乱れるってことに関しては、もうこれは完全にメンタルを落ち着かせる方法だと思うので、瞑想だろうね。これ読んで。はい。これの真ん中にあるですね、8週間の、マインドフルネストレーニングがありますんで、それが一番いいかなと思います。多分それが一番強力だと思います。あとはネイチャーフィックスって本があるんで、それ見てもらって自然を使ってやってもいいと思います。瞑想が苦手な人はね、自然を使うしかないです。で、自然を使った方が、実は瞑想単独でやれるも効果が高いので、自然を使うネイチャーフィックスか、このマインドフルネスストレス低減法って本がいいと思います。はい。続いて、心が乱れる原因例は、うつ復帰後の上司の態度、うんぬんかんぬんってことなんですか？まあ、でも全部そうですね。全部同じです。はい。瞑想と、あと自然に頼るといいと思います。はい。実はね、自然のね、メンタル回復効果とか、メンタルを強くする効果とか、ストレス解消効果ってですね、すごい高いんですよ。瞑想のね、効果量が 0.38 ぐらいなんですけど、0.38 とか、もうちょいいってるかなぐらいなんですけれども、自然はですね、0.6 とか 0.7 とか出るんですよ。だからね、全然自然の方がね、上なんですよ、はるかに。そう、だから自然に触れた方がいいですよ。続いて、アンチョモさんがいただきました。上司が、機嫌で仕事をする人で、上司の機嫌が悪い時は怯えながら仕事してます。本人自覚あり直したいと思ってるようですが、直りません。周りの人ができることありますかってことなんですが、ないな。っていうかね、上司の、例えば機嫌の良し悪しっていうのを直すことを、部下が気を使っているような職場は転職した方がいいと思います。それ最悪の職場なんで。だから、もしどうしても何とかしてあげたくて、本人も自覚して直したいと思ってるんだったら、それこそ全ダラとかがやってるマインドフルネスプログラム
ラとかにぶっこんで、で、それで、まあね、もうね、自粛中だしね、まあね、2週間ぐらいですね、瞑想しまくるみたいな、そういうことをやって、その心の揺らぎみたいなのを直すとか、あとは運動っすね。ね、最近よく紹介してますけど、ケリー・マクゴニガルさんっていうですね、スタンフォードの心理学者の人が、運動に関する本を最近出したんですけど、その本なんかにはですね、運動してる人とそうでない人を比べると、まあ明らかにですね、幸福度は運動してる人の方が高いし、あとはね、そういうね、ハードな運動、ウルトラマラソンじゃないですけど、そういうハードな運動をしてる人って、元依存症患者とかが結構多いんですよ。逆に言うと、その依存症の患者の人たちが自分たちのですね、そういう何か依存したりとかやめられないみたいな行動を治すために、そういう運動とかを習慣してやり始めて、でそれが治っただけでは飽き足らず、さらにその効果が強くなりすぎてしまって、で、結果どうなったかっていうと、そのですね、運動とかしまくるような、勤勉な人に変わったみたいな例とかもあるみたい、ありますよみたいな話とか出てて、結構面白かったですよ。うん。そういう意味で言うと、定期的にそういうね、心肺機能とか鍛えるような運動とかやって、自己コントロール能力を鍛えるのと、あとは瞑想とかしかないでしょうね。これね、周りの人ができることがあるというか、まあ、それができることができますよってことを教えてあげることぐらいでしょうね。はい。大悟さんおすすめの YouTube チャンネルや好きなチャンネルを知りたいですか？あ、ごめんなさい、ない！これは。僕ね、YouTube ほとんど見ないんですよ、最近。一周回って。見ることがあっても、お笑いとかの面白い動画とかを友達とかからもらって見たりとか、休憩中にお笑い動画とか見ることとかありますけど、あとはなんかもう海外の科学系のね、動画とか、いわゆる、ナショナルジオグラフィックみたいなやつとかをですね、検索のために見ることあっても、基本的にはですね、まあ、そういう、なんか科学系のやつなんかは、ほら、Netflix とかのドキュメンタリーとか見る方が面白いんで、今ほとんど YouTube 見ないから、見ません、ごめんなさい、これはちょっと あんまりない、てかない、見なくなっちゃいました、あんま面白くなくて。ためになる動画少ないんだよね、やっぱ YouTube って。なるほどと思って、僕みたいなジャンルの、ね、動画がそんなに回らないんだけど、回らない理由が何だろうと思ってたら、そういうことかと思って、みんなためになるものを求めてないんですね。暇つぶしを求めてるんでしょう。だからニコニコだと僕は1位でいられるけど、 YouTube だとこんなもんかって感じですね。表示されないんですよ。要はためになる動画やってる人も多分いるんですけど、暇つぶしを見る人の方が圧倒的に多いから表示されないんですよね。はい。チョコさんからいただきました。元人間恐怖症、で、このためになる、動画のですね、例なんですけども、これちょっとなんとも言えないんですけど、専門家レベルの話をしてくれる人があんまりいないかも。だから、例えば本読んだ感想とか、要約とか、あとなんか自分の体験談とか語る人はいるんですけど、例えばじゃあ論文をベースにして話をするとか、海外のそれこそ、ナショナルジオグラフィックみたいな専門家が出てきて、専門的に話したりとか、専門家の監修のもと、人間の例えば意思決定とか判断とか、あとほら、やばい経済学みたいな、そういう、その学者の人が書いた本とかを、ドキュメンタリーにしてみましたみたいな、社会実験してみましたみたいな、そういうですね、この凝った動画ってのはあんまないんですよね、YouTube で。だとしたら、Netflix とかで見た方がいいので、僕は Netflix 見ちゃいますね、見るんだったら。続いて、チョコさんからいただきました。元人間恐怖症、今怯えながら自己満開友達作り中です。素晴らしいですね。その前にすんなり入れる愛嬌のある人たちに嫉妬します。たまに、あなたも人間関係に苦労しろよと心で、冷たい態度を取ってしまいます。この嫉妬心を改めたいです。嫉妬に関してはですね、これ当然起こり得る感情なんですが、僕の日本語動画で嫉妬を前に進む力に変える方法ってですね、嫉妬を前に進む力に変える方法って動画ありますんで、それぜひ見てみてください。嫉妬の扱い方が変わります。で、はっきり言いますけれども、苦労することによって、僕さっき言いましたけど、苦労を乗り越えることによって乗り越えることによって高い能力を手に入れる可能性はありますけど、これは例えばあんまり筋肉がない人がね、10キロのバーベルとか20キロのバーベルをこうやって一生懸命ヒーヒー言いながら上げて、だんだん筋肉がついていって、うわ、乗り越えたと思うことあると思うんですが、例えば、海外出身とかで、例えばその骨格がいいと、で、骨格に対して筋肉の比率って大体決まってくるんで、もともとね、20キロとか30キロとかガンガン上げる人もいるし、遺伝子的に優秀で、全然鍛えないけど腹筋とか腕とかバキバキになる、その日常生活とかだけでもバキバキのムキムキになる人がいるんですよ、人間って。で、そういう人に、ね、10キロでもバーベルで苦労しろよとか思っても意味がないわけですよ。つまり人間ってのはそもそも生まれ不平等で、能力も違うし性格も違うし環境も違うんですよ。だから自分との下、その人はその人の苦労があって、自分には自分の苦労があるわけです。だからそういうところがやっぱり分かってこないと、他人に自分が苦労したところを苦労しないできる他人に嫉妬するんですが、逆もあるんですよ。で、重要なのは自分は人間関係で苦労する。僕もそうですよ。僕も、協調性がないから協調性で苦労したんですけど、みんなに協調性で苦労すればいいのになんて思わないんですよ。なぜかっていうと、自分は協調性で苦労するんだったら、みんなが苦労して乗り越えられないものの中で自分が持ってる能力、例えば僕だったら独自性とか、そういうのは何かなってことを考える方がはるかに有益です。つまり、嫉妬ってね、相手が持ってて自分が持ってないものに目を向けるんですよ。これ逆にすればいいんですよ。相手が持ってなくて自分が持ってる方に目を向けた瞬間に人生で切り開けるのに、それをしないとですね、自分にはないものばっかりですね、こう見て妬むだけの人生になっちゃうので、ぜひですね、前に進んでください。嫉妬を前に進む力に変える方法という動画があります。
はい。続いて、竹下さんからいただきました。2月に会社の同僚に社内で暴行を受け、今までうつ病を発作させ、自宅療養中です。自分自身納得できないので弁護士に相談した方がいいのか、経済的にも負担かかるので迷ってますことなんですが、はい、これは証拠があるんだったらちゃんと弁護士に相談してですね、叩き潰した方がいいと思います。はっきり言いますが、はい。経済的に負担はあると思いますが、泣き寝入りするとですね、それ一生ね、なんかね、悶々とするし、負けたって気分が残るので、それはちゃんと相談すればいいと思います。良心的な弁護士さんとかもいるだろうし、得た方がいいと思います。あるいはもう、証拠を持って労基に訴え出るとかね、弁護士とかじゃなくて、労基に訴え出たりとかするとか、はしてもいいかもしれません。はい。抑えるのはあんまよろしくないと思いますけど、ね、あとはうつ病が出た理由とかによるんですけど、本当にうつ病っていうふうに診断されてるんだったら、専門家にちゃんと相談して治療してもらいながらやった方がいいと思いますよ。はい。続いて、CU さんからいただきました。ニコニコ会員3ヶ月目です。去年、モラハラをしてきた上司が、態度を軟化させてきましたが、許せません。許せない自分にネガティブな気持ちになってしまいます。解決方法はセルフコンパッションでしょうかと思いますが、セルフコンパッションっていうよりかは、どちらかというと、その過去を水に流すっていう言い方あるんですけど、過去をですね、受け入れて前に進むための方法が役に立つと思うので、セルフコンパッションよりかは、ラディカルアクセプタンスの動画を見てもらった方がいいかもしれませんね。ラディカルアクセプタンスです。はい。続いて、ひどさんからいただきました。先ほど、姉のことで相談したものです。では、家族との仲、かっこ僕の場合は姉との仲ですが、悪いことは人生に影響ないんでしょうか？姉と仲が悪いことはかなりストレスで家にいても心が安らぎませんってことなんですが、だから家にいなきゃいいんじゃないですか？出たらいいんじゃないですか？そもそも。外に出れば関係ないし、別にね、姉と仲がいいとか、兄弟と仲がいいことはいいと思うんですけど、兄弟がいないと生きていけないわけじゃないと思うんですよ。だから、普通に自分が、一人暮らしになって、自立して生きていくんだったら関係ないだろうし、そもそもですね、姉との仲とかその家族との仲のことを心配しながら生きていく方が問題だと思うんですよ。で、はっきり言いますけど、僕らの人生に影響を与えがちなのはですね、一番影響を与えるですね、関係ってのは何かっていうのを調べられた研究とかもありまして、これ友達です、はっきり言いまして。仕事とか職場の人間関係とか友達、なぜかっていうと一緒にいる時間が長いからです、普通に考えて。で、そういう人たちからの影響をよく受けるので、だからとっとと実家から出て自立していただいて、でそれでですね、会社とか、普通のですね、同僚とかそういったですね、自分の身の回りの友達との関係を深めていった方が人生はプラスになると思います。実際にですね、そういうね、周りの人からですね、自分が受ける影響を計算したですね、影響とかをですね、調査した研究とかもありまして、例えば親とかですね、兄弟からが太った時に、自分がですね、太るですね、確率ってどれぐらい上がるのかってことを調べると多少は上がるんですが、圧倒的に上がるのが自分の友達が太った場合で、皆さんの友達が太るですね、皆さんがですね、将来ですね、太りやすくなる確率がですね、2.71 倍かな、約 2.7 倍ぐらい上がるっていうですね、のが出てるんですよ。で、親とか姉とかがですね、そうなった場合っていうのは、姉とか兄弟がなった場合ってのはそこまで上がらないんですね。つまりどういうことかというと、僕らは友達から影響を受けるんです。だから友達関係を良くするのが第一で、親との関係とかは別にね、親とか兄弟との関係は別にイーブンに越したことはないですが、悪かったら離れりゃいいだけの話なんで、とりあえず一人暮らしするから始めよう。続いて、ナッツロカさんからいただきました。いつもありがとうございます。勉強になっています。職場で何をするにも、できると思われていて、成果が伴わず、いつもお前ならやると思っていたと怒られてしまいます。どうして返していいか分からず黙ってしまい、さらに怒られ気まずくなってしまいます。やる気が伝わる返し方を教えてください。常に自分はダメだと、何事も消極的になってしまいますってことなんですが、何をするにもできると思われてるってところだったら、これ非常に簡単です。人間ってね、期待をね、相手にかけさせると、どうなるかっていうと、評価が下がるんですよ。どんなにうまくできる人でも、もしですね、このナッツさんが、皆さんからかかる期待通りにできる人だった場合でも、期待を感じさせちゃいけないんですよ。僕らは常に予想外のものに、モチベーションを感じるんですよ。で、こんな実験があります。レストランでですね、ウェイターさんがお会計の時に、飴を持ってきてくれるんですよ。飴玉を1個持ってきてくれて、お会計の時に、あ、これよかったらどうぞってくれるんですよ。1個あげた場合っていうのは、チップの、もらえる量がちょっとアップするんですよ。何パーセントかアップするわけですよ。で、2個。これどうぞって2個あげた場合っていうのは、1個あげた場合よりもアップするんですよ。だからその、なんか、ちょっとした飴とかでもいいんですけど、そういうものをあげるとアップするんですが、この先が面白くて、飴を2個普通にあげた場合よりも、実は効果あるあげ方があるんですね。どういう風にするかっていうと、飴を1個あげて、で、1回席を離れて、ちょっとしたら思い出したかのように、こう飴、よかったらもう1個どうぞ、みたいな風にですね、飴を後から1個追加するんですよ、不意打ちで。で、こうするとどうなるかっていうと、なんと、最初から2個あげる場合よりも、1個あげて、後から不意打ちで1個ですね、飴玉を追加するということをやった場合の方が、圧倒的にチップをもらえる確率が上がるんです。つまりどういうことかっていうと、僕らは予想外の報酬とか予想外の結果に激烈に注目して、それを高く評価するんです。だから、やり方は簡単です。職場で、何をするにもできると思われていて、成果が伴わずってことなんですが、何をするにもできると思われている
り、だから何か頼まれた時に、かなり慎重な、なんだろう、返しをしてください。例えば、実際に相手がここまでできるよねって言われた時には、7割から6割ぐらいの提示をしてください。あるいは半分でもいいかもしれません。いや、ちょっとこれは、1週間で終わるな、自分だと思うんだけど、いや、ちょっとこれは多分10日、いや、2週間ぐらい見といた方がいいっすね、とか、っていうふうに言うんですよ。わざと。うん。で、それで、相手がもうちょっと早くできるんじゃないのって言われても、いや、そこはちょっと、つって、ちょっとまだちょっとここの部分とか、不確定のところが多いんで、っていう風に言って、長めに取ったりとか、相手の期待感をぶち下げておくわけですよ。で、下げた状態で頑張るんです。期待は、相手の期待を上げてから必死にそれに追いつこうと頑張るんじゃなくて、相手の期待をバコーンで下げてあげて、サプライズで乗り越えるってやり方をした方が評価が上がるんですよ。だから、そういうやり方をした方がいいと思うんで、期待をかけられたら否定するということを必ずやってください。謙遜じゃないんですよ。期待は下げるに越したことないんです。はい、期待はぶち下げるポイントですよ、これが。はい、続いて、オンボロさんからいただきました。ニコ生会員、2年目です。53歳、夫の転職は危険。本職エディトリアルデザイナーで、独学でウェブやプログラミングを終え、4年前に転職、現在印刷会社システム管理ウェブ担当へ。転職理由は職場の人間関係、私は応援、本人コロナで急に及び腰し、こなしですってことなんですが、子供いないんですよね。もういいんじゃないですか、うん、今、ほら、人生100年時代っていうふうに言われてるようにですね、別に53歳で転職したからといって、別に60、まあ、それがね、例えばね、60とか、60代前半とかで、なんだろう、こう、いろいろ定年を迎えるの仕事とかだったら別ですけど、そうじゃないんだったら別にあんま関係ないと思うんで、てかそもそも独学でウェブやプログラミングとかをですね覚えて、できてるんだったら、おそらくこれ転職するよりかは副業とかに勤しむのも全然ありだと思うので、副業しながら転職先探すのは全然ありだと思いますけどね。うん、今別に50代前半だからダメってこともないと、起業とかって手もあるだろうし、いろんな道あると思いますよ。はい、続いてうのさんからスーパーチャットいただきました。ありがとうございます。続いて、丸めのチェアさんからいただきました。画家です。チェアのキャラを描いてます。絵にインパクトを持たせたいと思っていますが、どのような方法が考えられますか。他と差別化したいですことなんですが、これはちょっと難しいな。絵にインパクトか、インパクト、インパクト、インパクトのね、意味がね、曖昧なんですよね。例えば、インパクトがあればいいのかって言ったら、じゃあカリカチュアみたいな、ああいうインパクトがある強烈な絵は全部売れるかっていうと、カリカチュアって全部あんな感じだから、あんまりインパクトが逆になくなるじゃないですか。だから差別化にインパクトが必要なのかってことを考える必要があると思うんで、僕一番いい差別化は、相手が簡単に真似できない差別化だと思うんで、インパクトがある絵を描いても、それ自体はインパクト、とはあるけど、他の人が真似したらなくなっちゃうじゃないですか。だから真似できないものとか、それこそ、ね、前も言いましたけど、SNS でフォロワーを増やしましょうとか、ね、なんか今流行りのキャラクターとかを描いてそこから誘導しましょうとか言いましたけど、他の人がやらない、そもそも根本的にやらないようなものをやって、で、そこをですね、まあ、インパクトというか、なんていうんですかね、自分の認知度を広げるために使うってやり方はいいと思うんですけれども、やるんだったら、画家が絶対やらないことでインパクトをつけた方がいいと思います。画家ができるインパクトあることは簡単に真似されるんで、だから僕も YouTube とかニコニコでいろいろやってますけど、 YouTuber がやるような企画って僕ほとんどやらないでしょ。こういう風にトークオンリーだし、一発撮りだし、ライブばっかだし、質疑応答もそうですけど、質疑応答だって言ったらほとんどの人ができないんですよ。だってやっぱね、真似して質疑応答とかやり始める人とか、やっぱ多分いたと思うんですけど、僕ちょっとチェックしないと分かんないですけど、いたと思うんですけど、多分続いてないと思うんですよ。毎日1時間とか2時間とかこのペースで質問にバンバン答える、人って、多分そんだけストックある人もいないだろうし、勉強する人もいないだろうし、時間がある人もいないと思うんで、やらないと思うんですよ誰も。これしかもこれやったところで儲かんないんですよ、 YouTuber は。スーパーチャットがちょっとあるぐらいで、で僕の場合はここからニコニコに入る人がめちゃくちゃ多いんで、それで僕はですね、プラスになるんでやってるんですけど、みたいな風に他の人が真似してもインパクトが出ない、あるいは意味が出ないようなものをやるか、他の人が絶対できないことをですね、インパクトにした方がいいと思うんで、差別化するんだったら画家がやらないことと組み合わせるといいと思いますよ。うん、大体みんな自分の業界内の工夫でやろうとするんですけど、これはもうどうしようもないですね。うん、真似されちゃうんですぐ。はい、続いて、30代女性ニコ動会員です。おつぼねさんが集団できたら3行以内でお願いします。はい、3、4行でお願いします。おつぼねさんが集団いじめのような、方法で意見を一つがストレスで転職を考えてますってことなんですが、転職の逃げや環境を変えただけなんじゃないかって不安とかがあって、留学するかどうか迷ってるみたいな話ですね。これに関してですね、今日の番組タイトル下の説明欄に入ってるですね、ワーキングアイデンティティ入門を見てください。自分が転職に何を求めてるのかってことを明確化すれば、それは留学するべきなのか、それともスキルアップするべきなのか、それともただ単に今日言ったみたいに人間関係、職場の人間関係が、悪くない、場所をですね探すべきなのか、どれがいいのかってことが分かると思います。はい、でね、
厳しいことを言うと、職場の人間関係が悪いって、その職場にいる人たちがしょうもないってことじゃないですか。うん、しょうもない職場だと人間関係が悪くなるんですよ。ただね、これもう一個問題がありまして、じゃあ、なぜ自分が人間関係のいい職場に行けないかってことを考えたときに、自分もどうしようもない人間側だったら意味がないわけですよ。だから、そこもちゃんと考えなくちゃいけないので、だから自分のその転職の目的は何なのかっていうのをですね、見つめる必要もあるし、まあ、いつも言ってますけど、自分を知る6つの質問とか価値観リストとか、そういう自己精査のテクニックとかもですね、使っていただいて、ちゃんと自分を見つめると。で、実は転職ってね、みんなほら、企業を見たりとか、自分の職業とそれが合ってるのか、未来性、将来性があるのかどうかってことをですね、職業に関してですね、調べますけれども、実はね、重要なのはね、一番重要なのは自分と向き合うことなんですよね。というわけで、ワーキングアイデンティティやってみましょう。どこ行ってもいじめられるっていう人は、これは自分に問題があります。はっきり言って、うん。自分に問題があるので、その問題を見つけてあげないと。で、別にこれは、だからあなたが悪いんだってことを言ってるんじゃなくて、自分の何かを直せばいい人間関係ができるかもしれないのに、その自分、答えは自分の中にあるのに、自分の外側に答えを求めちゃってるから、ない答えを探してるんですよ、一生懸命。うん。これって意味ないじゃないですか。そう。お寿司屋さんのメニューを見ながら一生懸命ステーキを探してるのと同じですよ。出てくるわけないじゃん。Tボーンステーキはどこなんだってお寿司屋さんのメニューを見ながら探したところで絶対出てこないでしょ。これと同じだから。はい。続いて、ケンタさんからいただきました。人と、比べるのは良くないですが、仕事やスポーツあの人に貸したいというのは科学的にモチベーションにはなりませんでしょうかってことなんですが、あ、これね、ならなくはないんですけれども、お勧めしません。なぜかっていうと、実は一番人間がモチベーションが上がるのはですね、ちょっと頑張ったらクリアできそうだけど、頑張らないとクリアできないぐらいの目標というのが一番いいんですよ。だから、あの人に勝ちたいっていうものがモチベーションになる場合は、どういうことかっていうと、拮抗してるライバルの場合です。拮抗してるライバルで、まあ、それこそですね、シンとケンシロウみたいな感じじゃないですけど、レイとケンシロウだ、みたいな感じじゃないですけども、だからこう、拮抗してるいいライバル、強敵と書いて友と読むみたいな、そういうライバルだったらいいんだけども、いないんですよ、そんな人って、ほとんどはいないから、だから僕いつもお勧めしてるのは、昨日の自分、ね、過去の自分を、昨日の自分を少しでもいいから超えていくってことをやってあげると、昨日の自分ってさ、頑張ったら超えれるんですよ。でも、ちょっと油断するとすぐ超えられないんですよ。だから、そういういいライバルがいないんだったら、僕は自分のですね、うちにライバルを求めようというふうに思って、昨日の自分をライバルに常に考えています。だから、モチベーションにするんだったら、そのモチベーションが上がるためのライバルという条件っていうのはあるので、それを拮抗してるかどうかってところなんで、それをですね、やっぱり考えてあげると、周りとかですね、他の人を、スポーツとかで他の人をライバルにするかは、自分の過去の自分と比べるっていうのがいいと思います。あともう一個ね、オチがありまして、もし自分が最強になった場合、自分がですね、もうトップになった場合はですね、ライバルがいなくなっちゃうわけですよ。こうなると、モチベーションが急に落ちるので、誰かを追い抜いてやろうって頑張ってたスポーツ選手が、トップを取った瞬間に急にダメになることありますけど、あれ、追うものがなくなるとダメになるんですよ。ところが自分の内側と、常に自分の過去と戦ってる人、昨日の自分と戦ってる人は常にですね、後ろからぴったりくっついてくる、油断したらすぐ追い抜かれる可能性があるライバルが常にいるので、これが一番かっこいい戦い方だと思います。はい。続いて、キーさんからいただきました。他人の、職場恋愛が気になってしょうがないです。特に、仕事に関係する相手の恋愛模様が邪魔に感じます。職場恋愛が周りに与える影響、なぜあんなに気になるのか気にしないための策があれば教えていただきたいですことなんですが、職場恋愛が周りに与える影響なんですけれども、すみません、これに関しては、でもね、実際恋愛って結構職場から始まっちゃうので、逆に職場恋愛の影響を考えないで、職場をですね、考えることの方が難しいと思います。で、なぜあんなに気になるのかってことなんですが、気にならない人もいると思いますよ。それはご自分の、気になるかどうかの問題だと思うし、別にね、職場で恋愛が始まったことで、それはそれで別に応援してあげればいいわけな話だし、うん。別にそこはね、ご自分が多分気になるんじゃないかなと。ちょっと気にしすぎじゃないかなと思いますけどね。あと、気にしないための策があれば教えていただきたいってことなんですが、これさっき言いましたけど、自分は自分、相手は相手なんですよ。他人のことが気になるっていうのは、自分の心が未熟だということになりますんで、やっぱり自分のメンタルコントロールとかやった方がいいんじゃないかなというふうに思いますね。だからまあ、それこそ瞑想とかマインドフルネスのテクニックを使ってもらってもいいだろうし、あとはね、周りの環境が気になるのってですね、自分のメンタルの弱さっていうところもあるんですけど、こう神経質に周りの人間関係とかに反応しちゃうって人もいると思うんで、もしかしたら、神経症的傾向が高い可能性もあるので、僕のニコニコで、紹介してますけど、神経症的、傾向というか、そのメンタル弱い自分を変える、銃の行動とかそういうのやってもらって、そのメンタルをずぶとくするということをやった方がいいんではないかなというふうに思いますけどね。うん。こういうのなんかはいいと思うんですけど、恋愛とか別に他人の恋愛とか別にいいと思うけどね。うん、別にいいじゃん、友達がね、会社の中で恋愛してたって。自分の彼女と恋愛してるわけじゃないんだからさ。
はい。続いて、タラさんからいただきました。ニコニモ会員です。在宅ワークの彼と同棲中で、私はフルタイムで外で働いています。家事の分担に不平等を感じています。不平を感じます。解決方法はありますでしょうか？これね、二人の問題で言うんだったら、家事に関してはですね、人間って面白くて、自分の方がやってるって思うんですよ。だから、多分ご自分がやってたとしても、あるいは彼氏の方がやってたとしても、お互いに自分の方がやってるっていうふうに思うので、まずはですね、お互いの言いたいことを相手を傷つけないように、ちゃんとですね、伝えるためのですね、アサーションとかアサーティブネスってテクニックをですね、身につけた方がいいと思いますね。ぜひこの本読んでみてください。カップル用の本ですね。はい。コミュニケーションの問題だと思います。ほとんどが。在宅ワークの彼と同棲中で、私はフルタイムで、彼が在宅だから、彼の方が、家事をやるべきだっていう風に言ってるんだったら、これはダメだと思います。綺麗に半分がいいと思います。実はね、これ男性と女性の家事の分担って色々言われるんですが、綺麗に半分がいいんですよ。本当は。はっきり言ってしまうと。別に在宅か在宅かどうかじゃない、在宅じゃないかなんて関係ないから、別に仕事してないんだったらいいけど、仕事してるんだったら別に在宅にいる人よりも、ね、外に出てる人の方が偉いかって、そんなこと全くないんで、それは別に外に出てる仕事を自分が選んでるからでしょって話なんで、だからそこは関係ないと思うんで、綺麗に半々にするといいと思います。で、しか、幸いですね、家事って、数値化しやすいんで、分担もしやすいですから、きれいに半分にするのがいいんじゃないかなと思います。あとは、二人で相談して自動化するのもありだと思いますけどね。ルンバとかね。はい。続いて、まどかさんからいただきました。ニコニコ1周年です。ありがとうございます。匂いについて質問です。昔交際していた人の対象がすごくいい匂いでした。そういった人にはどうすればまた出会えますかとかですが、実はね、これね、女性はね、匂いでね、イケメンを、自分の好みのイケメンをですね、匂いだけで判断できるっていうちょっと面白い研究があるんですよ。これとんでもない研究で、女性ってね、なんかね、そういう匂いからね、いろんなものを感じてるそうで、例えば、なんだろう。その女性に対してですね、瓶の中にですね、布切れが入ってですね、瓶をですね、相手にですね、渡すわけですよ。で、この布切れが入ってる瓶の、この布切れって何かっていうと、なんとこれです。T シャツ。T シャツの破片なんですよ。いろんな男性の T シャツの破片を、一日着て、汗がかいてきた T シャツの破片を瓶の中に入れて、女性の前にですね、出すわけですよ。で、その女性に、どの、布切れの匂いが一番ピンときますかってことを聞くんですよ。で、これですって女性に答えてもらうんですね。で、その後、女性に、その T シャツの、持ち主、その T シャツの切れっ端の持ち主の写真を見せて、どの人があなたの一番好みですかっていうと、なんと女性はですね、自分の好みの男性の匂いを当てれるんですよ。すごいですよね、これね。だから、もう純粋にですね、いい匂いだったというふうに言うのであれば、そういった人にどうすれば出会えるのかってことはですね、これですね、外見的な問題です。見た目的に自分の好みの男性の匂いっていうのは基本的には好きになれるはずなので、そういう人を探したらいいと思います。そうなんですよ。すごい実験ですよね。汗かいた後の T シャツの破片を嗅がせるっていう。で、それでね、女性はね、自分の好みの男性を当てれるんですよ。だから女性の方がね、匂い敏感で、香水とかもそうですけど、デオドラント系ってやっぱ女性が気にしますけど、男はね、デオドラントは気にした方がいいですよ。ちなみにね、もっと言うとですね、男性は超絶イケメンになったら匂いは気にしなくてもいいです。はっきり言って。香水つけようが、デオドラントしようが、しまいが、イケメンとかですね、まあ、超絶イケメンというかめちゃくちゃモテる人だったらモテるんですが、普通なレベルの、見た目の人、あるいは普通以下の見た目の人の場合は、デオドラントするとですね、圧倒的にモテるということが分かってるんですね。だからまあ分かりやすく言うと、佐藤健が、香水をつけようがつけまいが、まあ多分いい匂いするだろうし、イケメンだし、何の問題もないんだが、普通ぐらいの人間だったらですね、基本的には香水とかデオドラントつけた方がイケメンに見えるってことです。以上です。続いて、ネクサオトさんがいただきました。ご回答ありがとうございます。大悟さんがやりたいことを一旦置いて、アコメ魂を売っているところ、過去テレビ、ステージなど、どのようなにモチベーションで、どのようなモチベーションで目の前のことに取り組んできました、また具体的にどのようなマネタイズをされてきましたかと思うんですが、僕はね、悪魔に魂を売っていた頃の時代は、本当に自分が自由になる生活、こういう風に自由にね、好きなところに行けたりとか、本読んだりとか、自由に生きれるという生活を望んでいて、で、それをするためにやっぱりお金がいるので、もうとりあえず、なんだろう、合理的にお金を稼ぐ、短時間でお金を稼ぐことだけ考えようと思ってやってました、はっきり言って。だから本当にあんま悪魔に、悪魔と資本主義に魂を、売ってましたね。でもそれでいいと思いますよ、やっぱり。お金っていうのは最終的には自由につながるので、不幸を消すことができますから、そうやってやってましたね。で、マネタイズ、具体的にどのようなマネタイズをされてきますかってことなんですが、少しでもお金になるマネタイズをしてきました。例えば、ディナーショーと、ね、公演だったら、ディナーショーの方が儲かりそうに見えるんですけど、冷静に計算してみると、例えばディナーショーって、まあ、1時間とか、1時間半とかやって、で、それで、まあまあ、200万とか、250万とか当時、200万ぐらいはもらったのかな、ディナーショーとかで。でね、昔公演とかだったら、僕始めたばっかの公演の頃って、ね、100万ぐらいだったんですよ。そうすると、まあ、一見公演の方が儲からないように見えるんですよ。同じ1時間とか1時間半ぐらいだから。ただですね、ディナーショーの場合は、前日に入らなくちゃいけなかったりとか、リハーサルが必要だったりとか、チケットの宣伝を自分もちゃん多少やらなくちゃいけないとか、いろんなことがあって、結局ね、使ってる時間がですね、長くなりすぎる、拘束時間が長いんです。
ですよ。じゃあ意味ないから単位時間あたりに稼げる仕事をですね、選ぼうというふうにやって、僕辞めたんですよ、それで。みたいな、ことがあったので、だから普通に儲かる方を常に選びまくるでいいと思いますよ、はっきり言って。うん。はい。続いて、ゆらたみさんからいただきました。こんばんは。よくバーピーをやってると言ってますが、どんなメニューでいつもやってるのか具体的に教えてほしいってことですが、これに関してはですね、YouTube で、大悟のモーニングルーティーンっていう動画を出してますね。そこに全部解説してますね。それ見てください。で、具体的に言うと、今は、僕がやってるバーピーはもうひたすらやるだけです。4分間バーピーして、3分休んでってのをひたすら繰り返すノルウェー式ってスタイルをやってますけど、僕のやり方はですね、最初の4分間を普通の腕立て伏せでやります。ジャンプして、で、膝に来るんで、腕立てをこのまま2回やって、で、ジャンプしてっていうのをですね、最初の4分やりますよね。で、3分、軽い運動または休憩をやってから、次の4分はダイヤモンドプッシュアップにしてます。腕立てを、この広さじゃなくて、このぐらいにしてます。腕立てするときに、こう、床側から見るとね、これでするじゃないですか、普通は。で、これを、こうします。で、こうやって、胸に効くやつですね。ダイヤモンドプッシュアップにしてやってます。っていう風に、僕普通の腕立てとダイヤモンドプッシュアップを交互に、4分ずつバーピーやるみたいな風にやってます。はい。続いて、バービーではない。はい。高見さんからいただきました。職場の女性の先輩と2ヶ月以上会話しておらず、気まずい状況が続いています。近づいてくるとドキドキしてしまいます。これが、潜在的に怯えているのか、先輩のことを好きなのか、自分でもよくわからないです。判断方法がありましたら、ご教授いただきたいです。なんですが、怯えているのか、好きなのかわからない。それは、どうなんだろう。怯えているのか、付き合いたいと思います？付き合いたいと思うんだったら、あれじゃないですか、好きなんじゃない？それは。付き合いたいと思うかとか、あとはまあ、もっと言うんだったら男性ですよね。やりたいと思うかどうかで判断したらいいんですか？怯えてるんだったらしたいとは思わないでしょ？うん。それで判断したらいいんじゃないですかね。うん。これはちょっとなんか珍しい質問ですね。ごめんなさい。それちょっと僕迷ったことがないので。はい。次ですね。脱藩さんから、スーパーチャットいただきました。ありがとうございます。質問入れ忘れてますね。はい。おまみさんからいただきました。女のくせに共感が苦手です。女性の多い職場なのでうまくやるためにも、つい正論を言って場をしらけてしまうところを直したり、どうしたらいいでしょうかと思うんですが、協調性の問題ですよね。でもね、協調性はね、高めなくてもいいんじゃないかなと思うんですけどね、共感能力を高めたいんだったら、僕のニコニコで、心を読むトレーニング公開みたいな、動画ありました。初公開、心を読むトレーニングか、っていう動画ありまして、これにはですね、共感能力を高めるための方法を、入れていますが、でも、別に共感能力が高くなったからといって、正論を言わなくなるかってそんなことではないので、別に正論が分かるってことと、ね、周りに合わせられないっていうのはそれは別に悪いことないと思いますよ。僕も協調性全然ないですけど、協調性がの高さって実はね、低収入と相関があるんで、協調性が上がれば上がるほど収入が低くなっちゃうんですよっていうのがあるので、むしろ正論を言ってしまったりとか周りに合わせないで臆することなく自分の意見を言えるって、その特徴を生かして、仕事先を決めた方がいいんじゃないかなと思います。はい。正論とかですね、痛いことを疲れてしらけるような場はですね、行かなくていいと思いますよ。うん。だって、僕らってさ、より正しいさ、成果を出すためにさ、よりいい成果を出すために仕事してるわけで、そのために会議とかもそうじゃないですか。よく会議で正論言ってしらけるっていう人いますけど、これもおかしな話。だって会議ってさ、みんなで集まって、みんなの判断が間違ってないかっていうことをですね、みんなで話し合って、それでより客観性が高くていいアイデアにたどり着くために会議ってするわけじゃないですか。まさかね、お茶を飲んでね、無駄話をして、歌詞を送って帰るために会議に行ってる奴らがですね、いたらですね、それはもう会議をする意味がそもそもないですが、だからね、会議で意見を言ってしらけるっておかしな話なんですよ。だからそれは自分がおかしいんじゃなくて周りがおかしいんで、職場変えた方がいいと思いますよ。はい。ゆきゆきさんからいただきました。先日まで派遣されていた会社のエッセンシャルになる話が進んでいましたが、コロナのため、1年間の契約社員でということになりました。今の会社も正社員ですが、給料が安いです。転職するか迷ってますってことですね。そうですね。まあ、でもいずれにせよ、この先ですね、1年でですね、かなりね、世の中が変わります。いろんな会社が潰れるし、不動産価格とかも下落するだろうし、いろんなことが起きるんですよ、これから。例えば不動産なんて考えたら、だってさ、今どんどんビル建てるじゃないですか。でさ、ね、オリンピックを予想していて、で、海外からいろんな人たちも来るし、ビジネスが発展するからってふうになってたのに、今海外のさ、外資系の企業みんな撤退してるじゃん、海外から。やっぱ家賃払えないし、人が来ないから、撤退してるし、ね、で、しかもほら、
あのね、その、いわゆるこう、オリンピックあるからって買ってた不動産とかも、今これから下がるんじゃないか、やべえ、今のうちに売らなくちゃと思ってみんなが売り始めたらね、暴落するから、しかもテナントとかもそうですよね。海外の、ほら、そういう外資系の企業とかさ、引き払っちゃったらどうなるかって言ったら、ね、例えばね、六本木ヒルズなんですけど、ああいうところとかの、あの、テナントも開くから家賃めちゃくちゃ下がるし、そういうところのさ、外資が引き上げるってことは、そこで働いてた外人さんたちというか、海外の人たちも本国に戻るわけじゃないですか。そしたらその人たちが住むべき場所も減るから、だからオークションとかの値段も下がるわけですよ。ってことがわかるので、今後1年ですね、すごい激動になるので、別にコロナのために1年間の契約社員でっていう話になったところで、それ正社員ってあんま変わらないんですよ。なぜかっていうと、どうせ正社員でも会社潰れるときは一緒に潰れるから。うん。だからね、別にそれは自分で選べばいいと思いますし、1年間の給料とか、自分がどれくらい成長できるかとか、そういったことで考えた方がいいと思いますけど、安定性で選ばない方がいいと思いますよ。今安定なんかどこにもないですから。未来がどうなるかわからないですね、あの環境下で安定なんかないから、どこにも。安定っていうのは幻想ですよ。そもそも安定なんか幻想なんだけどね。皆さんが持ってる1万円札だって、あれみんなが1万円のものと交換できるって信じてるから、価値があるだけで、あんな紙くずと同じですからね、はっきり言って。うん。はい。続いて20代のミニエスマンの参加いただきました。自分の影響力、発信力を高めるために、ツイッターのフォロワーを増やすのを頑張っています。読み人の心を動かすための文章の力をつけたいです。おすすめの本を教えてくださいってことなんですが、今日の番組タイトル下の説明欄に入ってるですね、僕のですね、今無料で公開されてるオーディオブックの中に、人を操る禁断の文章術って本があるので、その本よかったら聞いてみてください。皆さんもぜひ番組タイトル下の説明欄に僕のオーディオブック今無料で公開されてますね。Amazon で普通3000円するんですけど、1人1冊まで無料なんで、それを見てもらうか、こういうザ・コピーライティングって短い文章を書くための、本ですね。で、こういうのを読んでもらうか、あとは、キャンベル博士。ジョーゼフ・キャンベル博士の千の顔を持つ英雄とかを読んでもらってストーリーの作り方とか学ぶってのもいいだろうし、あとはね、クンツさんのですね、ベストセラー小説の書き方って本とかですね、読んでもらうのもいいかもしれませんね。キャラクターとか、そうですね、いいストーリーの書き方をどうすればいいかということがわかると思うんで、あとごめんなさい、もう一個だけ言っていいですか？影響力、発信力を高めるためにツイッターのフォロワーを増やすってことなんですが、ツイッターおすすめしませんよ。ツイッターって見たときにどうですか？タレントとか著名人の方が上な感じしません？一番日本で、フォロワーがいるの誰だっけ？有吉さんでしたっけ？そうとか。ねえ、だってお金をさ、突っ込んでさ、前澤さんがめちゃくちゃ頑張ってもさ、有吉さんにさ、1ヶ月ぐらいで抜かれたわけじゃないですか。つまりツイッターってのはそういう場所ですよ。だから今はもうあそこは、もう芸能人とか著名人が、フォロワーを集めるですね、場所になっちゃってるんで、あそこで一般の人が勝負しても勝てないので、僕普通に今から、影響力とか発信力を高めるためにツイッターを始めるっていうのは意味がないと思いますけど、だったらまだ TikTok とか Instagram とかの方がいいかも、一般人でもフォロワーが多いところ行った方がいいと思うし、もっと言ったら YouTube が一番いいと思いますけどね、どうせやるんだったら。なぜかっていうと、一般人の方が有利だから、芸能人の方がわざわざ有利で、著名人 にですね、もうですね、あらかたのフォロワーが刈り取られている場所でやる意味はあんまり感じないし、影響力とか発信力を高めた後も物を売ったりとかしなくちゃいけないので、で物を売るときにツイッターってのはあんまり反応が取れないんで、だから僕ツイッターに全然力入れてないのそれなんですよ。ツイッターってほら、一生懸命発信してもさ、よくわからない無料でさ、見るさ、よくわからない人たちがギャー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 言うだけだしさ、フォロワーが増えたとかで別に1円にもならないからさ、あんまりね、ツイッターを増やすメリットは今ないと思いますよ。一般人が有利なプラットフォームに行った方がいいと。それからこれから芸能人がいっぱい入ってくるであろうプラットフォームに先に入っておくと、後から人が入ってくるとどんどん人が増えるのでいいんです。だから僕なんかね、よくほら、芸能人 YouTuber の中にくくられること多いですけど、僕別に芸能人たちが YouTube をバカにしたりとか、ニコニコなんかオワコンとかみんなが言ったところで僕入ってますからね。そう。もうニコニコなんか特にそうですよ。みんな YouTube ばっか注目するけど、ね、そこら辺の、てか、下手したら、多分、あ、ちなみにね、僕ニコニコで、サブスクの会員数1位なんですよ。で、この前ニコニコの社長の夏野さんの授業に出たんですけど、その時に言われたのが、ニコニコ動画ってね、実は個人向けのサブスク、いわゆる個人が個人にサブスクリプションするっていう、ビジネスですよね。それではですね、実は世界で一番ですね、会員数を持ってるんですよ。つまり一般の個人が月額を払ってもらって動画を見てもらうっていうサービスって、実は海外にあんまりなくて、日本のですね、ニコニコ動画1位なんですよ。で、このニコニコ動画の、が世界でもトップクラスの、そのサブスクリプション、個人向け、個人が個人に対してやる、サブスクリプションでは、すごい会社なんだけど、その中の、会員数のですね、10% 以上僕は持ってるんですよ。そう。10% 以上だと、14、15% ぐらい持ってるのかなぐらいなんですよ。そうすると僕、謎さんに言われたんですけど、僕多分ね、世界で一番持ってるんですよ。個人対個人のサブスクでは。そう。で、これ、実は僕、最初からニコニコやってたんじゃなくて、ニコニコがオワコンって言われて誰も入ってこなかった時に始めてるわけですよ。そう。だからそういう意味で言うと、みんなが入ってきてから始めるのってのはバカなので、だからそういう意味だったら、
まだ、もちろん YouTube もちょっと遅いんですよ。ちょっと遅いんだけれども、まだ Twitter やれるかはいいと思う。うん。Twitter やるかは全然いいと思う。うん。はい。続いて、毎日 A さんからいただきました。最近、新人指導をしてるんですが、出来が悪く物言いも悪い上、自分自身の仕事は忙しくて、余裕がなくきつく接しがちです。本人も出来が悪いの自覚しており、精神的に弱く、今日泣いていたそうです。どのように接すればこういう人の能力を伸ばせるでしょうかってことなんですが、あ、これね、モチベーションの問題とかもあるんですよね。なので、マネージャーとしての能力を高める必要があると思うんで、まあ、自分の仕事が忙しいっていうのは、それは自分で効率化するしかないと思うんですけれども、やんなくてもいい仕事いっぱいあると思うんで、あの自分の中ではね。で、そのやらなくてもいい仕事をなくしていくっていうのが実は前に進むための一番いい方法なんですよ。だから僕もテレビとかずっと出てたじゃないですか。出てたけど最近出ないじゃないですか。なんでかというと僕の中でテレビはもうやらなくていい仕事になったんですよ。でもそれはテレビよりも儲かる仕事を見つけて作り出していって、本質的にですね、自分のですね、価値につながる、利益につながるような仕事を増やしていったおかげで、テレビをそれが安定して抜くようになったんで、テレビがいらない仕事に変えることができたんです。だから自分の工夫も結構いると思うんで、それで余裕は作らないと、やっぱり下に対してのですね、配慮はできないと思うんで、それでも自分で頑張るしかないですね。自分の成長にもなるんでやればいいと思います。あとは、部下のモチベーションを高めて、注意力を上げるっていう意味で言うんだったら、一番読んでほしいのはテレサー・マービルさんのマネージャーのための最も大切な仕事っていう本がありまして、これね、さもですね、部下のをですね、に対してモチベーションをつけてあげるための本かと思いきや、部下のモチベーションを高めたりとかですね、するだけではなくて、実はね、自分のモチベーションを高める方法も学べるんですよ。というのがですね、このですね、いい本なんで、ぜひテレサ・アマービルで検索してみてください。一番上に出てくると思います。悔しくて泣けるような後輩がいるんだったらまだいいですよ。はい。質問は3行以内でお願いしますね。3、4行でお願いしますね。はい。あれですよ。1万円以上とかね、出されたら、さすがに、行数が多くても対応しますけど、なるべくね、みんなに、皆さんの質問に答えてあげたいんで、一人がたくさんね、あんまり長い質問してしまうと、後ろの人がね、どんどん消えてっちゃうんで、YouTube の使用上。なので、ぜひ3、4行ぐらいにしてください。はい。自粛でどんな能力を身につけるのが一番いいのかわかりません。という質問ですね。将来副業から、独立して、趣味で生計を立てようとしている営業マンですというところなんですけれども、8月まで営業ができないので、この期間に能力の底上げしようと考えています。最近部下を持つことになったんですが、自分の能力、育てる能力、復旧してからの能力のどれに重点を置いて伸ばせばいいでしょうかってことなんですが、はっきり言います。お金につながるものを伸ばしましょう。はっきり言いますけれども、例えば自分が独立して、じゃあ、どれぐらい稼げるのか分かりませんけど、これぐらい稼げるなっていうのと、例えば副業で、何か始めるときのその前の本業、例えば営業だったりとか何でもいいんですけど、そういうのとか、あるいは自分がその会社を作ったときにですね、部下とか人を雇わないと、いわゆる収益が伸ばせないものなのか、それとも自分の力だけで、収益が伸ばせるものなのか、これによっても変わります。例えば部下を上手に扱うことによってしか収益を伸ばせないような、事業、例えば何かの営業とかの会社を作るとかいう場合だったら、これはマネジメント側に回らなくちゃいけないんで、部下にですね、物事を教えるとっていうことに対して、時間とお金を釣り込んであげて、その能力を高めてあげれば、部下が稼いだ分の一部がですね、自分のところに入ってくるわけですから、会社をやるんだったら、そしたらマネジメント能力を高めればいいわけですよね。まあ、言ってる意味わかります。つまり自分の将来やりたい仕事があるんだったら、その中で一番お金を生むものに対して今から投資すべきです。はい、と思いますけどね。そう。だから例えば、趣味で生計を立てようと思ってる営業マンってことが書いてあるんで、絵とか手芸とか音楽って書いてあるんです。絵、手芸、音楽で生計を立てるってなかなかすごいですけども、だとしたら、それをマネタイズするための方法を考えるのが一番いいと思いますよ。うん、はっきり言って。一番お金につながるものを考えないと。はい。みんなね、細かいところから行くんです。じゃなくて、もう、一個だけしか選べないとしたら何っていうことにですね、すべての能力をつぎ込むといいと思います。僕の YouTube とかだったら、YouTube とかニコニコだったら、僕がつぎ込んでるものはリサーチで、それ以外は全部手抜いてますよ、はっきり言って。例えばじゃあ皆さんにこうやって説明するときも、一応論文とかね、データとかね、一応表示しながらやりますけど、基本的にはセリフとかは全部作ったりとかしないし、編集も一切しないわけですよ。僕が一番時間を突っ込むのはリサーチと、こういう面白いね、本たちの中から、皆さんが聞いたら面白いだろうなと思うものを探すところに、つまり本を読むこと、資料を読み込むことに対して僕は時間を使います。はい。そこには時間を使うんだけど、それ以外は、はっきり言って、時間は手抜きます。なぜかというと、別にさ、この動画に画質求めてる人いないし、この動画に編集を求めてる人もいないし、この動画にですね、なんか、なんていうんだろう、甘いですね、自己啓発のセミナーとかで聞けるような言葉を求めてる人もいないわけですよ。残酷な事実でも、受け入れれば前に進める事実っていうのをですね、皆さん知りたいと思ってると思うので、僕そこだけにしか注力してないので、結局自分が集中できる、そしてその集中することで成果がですね、増していくところに、がどうなのかってことが分かることが前に進むための、ですね、ことなので、いろんなことを同時にやろうとか、たくさんのことに手を出そうと思うのは、これはですね、何やりたいのか分かってない証拠になっちゃいますから。うん。
タジオとかゲストとかいらないじゃないですか。このやり方やってるんですよ。ゲストいて喋ってごらんなさいよ。ねえ、ごめんなさいですよ。ゲストいて喋ったらどうなるかと思います？ねえ、気使っちゃってお互い喋れないしさ。ってことになるじゃないですか。レベルも下げて喋らなくちゃいけないし、だから僕はね、基本的にコラボとかはしないんですよ。コラボ僕特にすることありますけど、遊びです、はっきり言って。別にメインとしてやらないです。はい。続いて中村さんからいただきました。隣のデスクの人の癖が気になり仕事に集中できません。例えばキーボードを打つ音の大きさや飲み物をクチクチとして飲む、視線を感じるのです。気にせず仕事に集中するにはどうすればいいですか？これはですね、ご自分の集中力が足りないというところを自覚した方がいいと思います。集中っていう状態はですね、特定の一点に対して集中して他のものに対するですね、注意力がですね、なくなってしまうのがですね、集中の極意なので、だからちゃんと集中ができてるんだったら、そもそも集中できてるときに、隣の人の視線とか、キーボードの音は気になりません。よく、いやあいつのせいで集中力が続かねえよ、マジ集中力切りしまうよみたいなこと言ってるんですけど、違う、それはお前の集中力がないだけやって。集中っていうのはそもそも周りからの音とか入ってこないレベルのものが集中なんですよ。だからつまりキーボードを打つ音とかで注意力がそれるってことは自分の集中力がないんです。ということを自覚した上で、僕のニコニコ動画で超集中力 2.0 とシリーズを出してます。これは集中力がない人が、いわゆるそういうふうに周りのちょっとした音とか、ちょっとした会話とか、ちょっとした視線とかによってですね、注意力が持ってかれちゃうことってあるんですよ。で、これはしょうがないんです。集中力がない人は。だからまずは、そういうふうにこれ注意散漫って言うんですけど、注意がこうやって散漫してしまうことを止めましょうと。そうやって無駄な注意散漫を外して、一点にガーッと集中する能力を鍛えていくことによって、周りの音何も気にない。だから僕はね、よくね、ノイズキャンセリングイヤホンがいいですよっていうふうに言うんですけど、僕実はね、ノイズキャンセリングイヤホンほとんど使わないんですよ。普通にオーディオブック使うときには使うんですけど、ノイズキャンセリングの耳栓としては使わないんです。なんでかっていうと、僕集中力めちゃくちゃあるんで、もともとなかったんですごい鍛えたんで、だから僕もね、集中しようと思って集中し始めたら、もうノイズキャンセリング以上のノイズキャンセリング性能を発揮するんですよ、僕の耳は。まあ、だからね、何回か車にひかれそうなこととかもあるんですけれども、はい。なので、集中力を鍛えるのがいいと思いますよ。詳しくは僕のニコニコ動画で超集中力 2.0 って調べてみてください。はい。続いて、小麦さんからいただきました。副業の足掛かりがつかめません。いろんなことを習慣にするようにしています。運動やヨガは2年以上やってます。過去 YouTube を見て真似してるだけでダイエット目的ではありません。顔出しは恥ずかしいですってことなんですが、副業の足掛かりがつかめませんというのはですね、簡単ですよ。じゃあ、例えば、皆さんはですね、これから新しいことをやろうとしている場合は、目隠しされている状態だと思ってください。何が正しいのかわからないと。で、もしかしたら、前に進むことによって、ね、そこに落とし穴があるかもしれないし、前にですね、こう上に上がっていくための階段がどっかにあるんだけど、どこに階段があるかわからないと。その階段を見つけて上がっていくことができれば自分が成長できるってことだというふうにですね、想像してみてください。じゃあ皆さん目隠されてる状態で部屋のどっかにある階段を登っていきたいと思ったらどうします？ね、目隠されてる状態だったらどっかにある階段登らないといけないですよ。どうします？足がかりをつかもうと思ったらひたすら歩きません？こうやってあちこち歩いてさ、ここになんか段があってこうやって探しません？目隠されてたら探すでしょ？チラ見はしない。はい。チートはダメ。はい。つまり足掛かりってのはですね、足掛けてみないと分かんないんですよ。だから、いろんなことを習慣にするのは全然構わないと思うんですが、副業にしたいというふうに思うんだったら、コストを下げて手掛けてみないと。足掛けてみないと。やってみないと分かんないですよ。うん。だから顔出しは恥ずかしいって言うんだったら、別に顔出しなくてもいいと思うんですよ。ただ、顔出しした場合と顔出しない場合で、どれぐらい収入に違いが出るのかとか考えてみてもいいと思う。で、顔出しがしないから、YouTube とか普及はできないっていう人いますけど、じゃあ例えばラファエルさんなんかは顔出ししないけどめっちゃ儲かってるじゃないですか。あれはって話ですよね。顔出しなくても儲ける方法なんかいくらでもありますからね。やってみてから考えた方がいいですよ。はい。続いて、スプリングさんからいただきました。ジムの短期派遣で働いています。周囲がスキルを基準に満ちていません。スキル基準に満ちていません。周囲を気にせず振り回されないヒントを教えてください。ジムの短期派遣で働いています。周囲がスキル基準に満ちていません。ごめん、ちょっとこの日本語がわからない。スキル基準に満ちていないとはどういうことなんだろうか。周囲を気にせず振り回されないヒントを教えてくださいってことなんですが、周りを気にしないで振り回されないヒントをですね、教えてくださいってことなんですけど、結局ね、人間って周りに振り回されるのは自分の価値観がよく分かってない、自分の目的が分かってない、あるいは自分の能力がどのぐらいなのか分かってない時なので、自分を知った方がいいと思うんで、僕のニコニコで自己精査と、あとは知的謙遜というですね、能力をですね、高めるための動画があるんですけど、こういうのとかを、見てもらうといいかなと思います。自分を知るための方法としてのですね、自己精査っていう、能力は、
自分を知るための6つの質問と価値観リストっていう動画とかを見てもらってもいいだろうし、あとは知的形成に関してはですね、Google が実は採用している、能力の一つで、自分のですね、今の立ち位置、何が足りないのか、何をですね、手に入れるべきなのかっていうことをですね、知って、まあ、成長していくために必要だと言われているパーソナリティなんですよ。で、この知的形成が高いと、Google だと入社試験で通りやすくなるというぐらいですね、Google に重視されている能力なんですね。だからこの2つをですね、鍛えてもらえばいいんじゃないかなと思いますけど、ね、要するに自分の価値観を明確にして、自分に何が足りないのか、どういうことを進んでいくと自分は成長できるのかってことが見えたら、迷いがないじゃないですか。周りを気にする必要がないと思うんで。ところで、スキル基準に満ちていませんってどういう意味なのかな。それは教えてほしいかもしれないけど。はい。そろそろ質問締め切ります、今日は。猫さんからいただきました。予定はなくてもその通りにできません。この時間にこれをやると決めて習慣化するにはどうするのが最良ですかと思いますが、これね、イフゼンルールを、作ってください。基本的にですね、この時間にこれを決めてやるってことをですね、やらなくても僕はいいと思ってます。なぜかというと僕自身がですね、あんまり時間をちゃんと決めてないからですね、例えば皆さんがちょこちょこいろんな予定があって、その予定がね、迫ってきちゃって、やりたいことができないとかっていう場合だったら、例えばもうスケジュールがきつきつだという場合だったら、時間に合わせてやる必要がありますが、大体いいですよ。僕なんかは朝起きたらまずこれやって、次これやって、その後これやって、みたいな風にですね、順番だけ決めるようにしてるので、はい、僕はそういう風にやっていますが、ただですね、そうする場合でも逆に時間がずれてもですね、なるべく時間通りにやった方がいいんですけど、時間がずれてもちゃんと自分が決めた習慣とか行動できるようにしておく必要があるんですよ。でこれはですね、僕のニコニコで、超習慣術ってシリーズがありまして、そこでですね、習慣化の帝王としてイフゼンルールというテクニックというか、心理学をですね、心理学的なテクニックをご紹介しています。でこのイフゼンルールは、人間のですね、脳が一番理解しやすい習慣の文法というかですね、プログラミングの仕方みたいなものですね。これ理解していただいて、やってあげれば、予定を立てたりとか目標を立てるよりもですね、はるかにですね、高いですね、目標達成率をですね、出してくれるので、目標達成の確率を上げてくれるというものなんで、イフゼンルールをぜひですね、勉強してみてください。はい。それでは、これで質問締め切りたいと思います。今出てるやつ答えて終わりにします。はい。次ですね。犬さんからいただきました。二個会員です。過去に風呂やシャワーを浴びているときにいいアイデアが浮かびやすいと話をされていたかと思いますが、その時はどういう心理状態がいいのでしょうか。師匠の実例をご教示いただけますと幸いですと思いますが、シャワーを浴びているときにですね、いいアイデアが思い浮かぶのはなんでかっていうと、シャワーを浴びているときって目閉じてるし、こうやって髪をこうやってやってるじゃないですか。だから、なんだろう、いい感じにね、思考が拡散してるんですよ。つまり僕らって何かに集中して、よし、一生懸命考えるぞと思ってるときは、いいアイデアが出てこないんですよ。いい感じにリラックスしていて、感情とかですね、自分の考えというのが分散したり違うところに飛んじゃったりする瞬間なのが一番いいんですよ。だからシャワー浴びてる時に一番出やすいのは、シャワーって結構僕らのスイッチがオフになる時ですね。しかも目も閉じてて視覚もオフになっていて、シャワーのザーって音によって聴覚も塞がれるじゃないですか。だからつまり周りから入ってくる情報が消えて、しかもリラックスできていて、で思考が拡散する状態になってるので、だからおそらくシャワー浴びてる時っていうのはいいんじゃないかなと思う。だからおそらくジャグジーとかでもいいと思うんですよ。シャワーじゃなくてもジャグジーとかでもいいと思うんですよ。何でもいいと思うんですが、実例としては僕の場合はね、例えばこの質疑応答なんかもそうです。質疑応答なんかも、シャワー浴びたりとか、ジャグジーとか、そういう風にですね、お風呂とかに入ってのんびりしてる時とかに思いついたものだし、ニコニコとかのテーマなんかも大体ね、シャワー浴びてる最中に思いつきますね。だから、皆さんにいつもさ、6時、夜の6時と8時に、ちっちゃい放送とか提供してるじゃないですか。ああいうのは大体僕は前日の夜にこうやってシャワー浴びてる時に、明日はどの放送しようかなーと思って、あれとあれでいいやーみたいな風にですね、決めたことをやったりとかしてるので、アイデアが思い浮かびやすい時間、思考が拡散しやすい時間なんで、思いつく時にはすごい使ってますね。はい。続いて、京子さんからいただきました。大悟さん、こんばんは。現在、大学3年生です。そろそろ就活の準備しようと考えてますが、就活で使える戦略などありませんでしょうか？参考にさせていただきたいですということなんですが、で、面接に関する心理学はニコニコ動画で散々解説してるんで、ニコニコで面接って検索してもらうといいかなと思います。あとはですね、ニコニコで解説したことがあるような内容でしたら、カリスマに関する言及ですね、っていうのがありまして、カリスマの人たちってね、こう、第一印象というか、一瞬第一の頃を掴むんですね、能力に非常に長けてるんですよ。で、この歴史上のカリスマとか、様々なカリスマ能力が高いというふうにですね、判断されている人たちを研究した結果、共通した特徴というのが分かってまして、でこれを元にして、第一印象をですね、高める方法とか印象操作をするための方法について解説してますんで、これを見てみてください。ちなみにおすすめはですね、即答力です。はい。なぜかというと、カリスマ性の高さをですね、人間がどこに感じるかってことを調べて研究によると、その人の知性とか喋り方とかあんま関係なかったんですよ。お金を持ってる方が服装とかあんま関係なくて、実はね、即答です。即答、質問されたりとか何か聞かれたことに対して、どれだけ早くレスポンスで即答できるかってことが実はすごく重要だった。だから即答力を鍛えておいてあげると、面接とかのですね、印象は良くなると思います。はい。能力高いというふうに思われる可能性が高いですね。
はい、だから僕全部即答なんですよ言っといてできてなかったらあれですからね。僕はね即答な理由はそれですよ。意識してやってます。はい。さすが言うなってきて、いや最近またバーピーの今日のあげたら夜眠いですね。あ、ごめんなさい。はい、もうちょっとあれね答えますね。大中さんからいただきました。茶道具関係の仕事をしても、おお、いいですね。茶道を教えてもらった、茶道ですね。ごめんなさい。茶道具道具の、茶道具関係の仕事をしてます。茶道をしても教えてもらった、先生の理不尽な行いに疑問を感じて、その方の元を離れたんですが、各方面で人脈を使ったり、縁にで、あまり、ありもしないことで嫌がらせをしてきます。どうしたらいいでしょうかということなんですが、これはむずいなぁ。何通りかやり方がありまして、同じ世界で、そうだな、でもね、あのね、茶道関係はね、僕も若干知ってるんですよ。若干知っていて、あの、京都とかだったらちょっと仲いい人とかいるので知ってるんですけど、確かにあの世界で嫌われたら、なんだろう、同じ世界の中では生きづらくなるんでしょうね。だから例えば、その茶道を教えてもらってた先生の理不尽な行いに疑問を感じて、その方の元を離れたというところなんですけれども、各方面で人脈を使ったりとか、演技とかで、ありもしないことを言われるんだったら、二通りありまして、一つが、もう、その人の力が届く範囲内で仕事をしない、全く違う方向にですね、働くと。例えば、茶道関係だったら、日本じゃなくて海外とかでも今さ、南部デッキとかさ、パリなんか行ったらですね、もうレストラン、高級レストラン行ったら、最後のお茶全部南部的に入って出てくるんですよ。ポットとか。それから流行ってるんで、輸出ビジネスにしちゃうとかね、日本から海外にそういうものを輸出するビジネスとかにしちゃったら、もうそういう力を及ばないじゃないですか。っていう風にして、その人の力が入らないところで力をつける。か、乗っ取るかです。乗っ取るっていうのは、自分がその先生の仲のいい人とか、その先生がどれぐらいの力ある人なのか分かりませんけれども、力が及ぶ可能性がある人たちと、その先生よりも、仲良くなる術を身につけちゃうわけです。つまりどういうことかっていうと、理不尽な行いをですね、わざわざ弟子とかにするような人って、もうおそらくですね、能力値は低いわけですよ。人間関係の能力値は。おそらくその名前だったりとか、その先生なんで人脈とかを使ってやってるんですが、人脈ってね、ちゃんと作ったらですね、適当に作ってる人の人脈なんか簡単に打ち崩せるんですよ。そう。だから今日、僕がご紹介した、味方になる人、敵になる人の見分け方とか、やる気を8倍にぶっさせる友達選びとか、最速で、出世するためのボストン大学式ですね、人脈術とか紹介しましたけど、この人脈術関係のシリーズは、実はそういう強烈なネットワークを作るためにどうすればいいのっていう研究をですね紹介してるんで、この辺をですね勉強していただいて、でまくるって手はあると思いますよ。つまり相手よりも味方増やせばいいんです。相手の軍勢が1万いるんだったら、こっちは3万の軍勢を作ればいいだけの話なんで、そうやって考えてみるといいかもしれない。でそのためのコツなんですが、相手の先生よりもはるかに人脈ある人と仲良くなるってことが一番確実だと思います。でこれは今日のですね番組タイトル下の説明欄にですねおすすめの動画として入ってます。少ない友達で幸せになってもスーパーコネクターとの出会い方って動画を見てください。スーパーコネクターってのは普通の人よりも異常に、これも毎月の才能なんですけど、人脈が多い人のことを指すんです。スーパーコネクターって。で、このスーパーコネクターと仲良くなっておくと、どうなるかっていうと、まあ要するに、お願いしたら誰とでも繋がれるわけですよ。だからその多分先生、その先生、その性格のある先生よりも、はるかにいろんな人と繋がった人と仲良くなって、で、変な噂を流そうになったら、あの人に変な噂を流されてるって噂を流してればいいんですよ。こうするとね、打ち勝てます。はい。ぜひやってみてください。大変ですよね。いや、わかるわ。でも、いますよね、そういう人ね。弱いやつほどそういうことやるんですよね。はい。続いて、キーさんからいただきました。職場恋愛について回答ありがとうございました。今思うと相手が嫉妬するからと、仕事上のコミュニケーションを断たれた経験を元に過度に気にしすぎてました。おー、すごい。あれですね。ちゃんと自分の過去と向き合えたんですね。素晴らしいですね。自分の強さですね。ズバッと気持ちいい回答でした。ニコニコも会員になりますけど、ありがとうございました。時々ね、きついことをね、僕ちょっと言いがちなんですけれども、甘いセリフとかだったら、自己啓発のセミナーとかですね、他のチャンネルとかでも多分聞かせてくれると思うんですよ。そういうセミナー系の人みたいなチャンネルとかいっぱいあると思うんで。でもね、そういうの見ても何も変わんないんですよ。で、僕ね、毒にも薬にもならないような言葉って、むしろ、ただの鎮痛剤になるんですけれども、それでさ、3年5年さ、今の場所から成長しないで進めなかったらさ、すげえ不幸だと思いますね。だってそしたら3年5年無駄にするんだよ、皆さん。だったら、今きつい一発を食らわされても、麻酔があんまり効いてない状態の手術かもしれませんが、自分の人生が今から変わって、まあ、1、2年苦労しても、ね、何も変わらない5年を送るよりかは、1、2年の苦労の後にですね、素晴らしい3年が過ごせたら、そっちの方が価値あるじゃないですか、と僕は思うので、僕は結構ズバズバ言います。はい。もし辛ければ、全然このチャンネル見なくても構いませんが、一応エビデンスベースでお話ししていこうと思ってますんで、はい。
続いてリュウさんからいただきました。些細なミスを、過剰に触り立ったりネガキャンをしたりする人の黙らせ方を教えてください。私の経験で無視していれば勝手に自爆してくれるんですが、それまで結構時間がかかります。即効性のある方法はないでしょうかとかですが、些細なミスをねギャー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 触り立てる人ってのは、些細なミスを使って相手をコントロールしようとしてですね、カバートアグレッションって性質を持ってる人です。他人をコントロールしたり操ったりとか支配しようとするですね人ですね。些細なミスを触り立ったりとか、相手のですね恥の感情とかですね罪悪感とかを使って相手をコントロールしようとするって、ね、非常に未熟な、人間がやりがちなですね行動になります。でこれに関しては、僕ニコニコ動画の方でカバートアグレッション対策って動画を出してます。カバートアグレッションの見分け方と、で彼らがそういうですねこう些細なことをしてきたりとか、あと事実を歪めたりとかねしてくるんですよ。別に大して結果にですね結びつくようなミスじゃないのに、サモがですねそれが大きい結果に結びつく可能性があったとか、いやあの時に俺がこういうフォローしなかったらやばいことになったよとかやついるじゃないですか。で別に何もしなくても変わんなかったからみたいな、サモ自分がねなんかこうガードしたみたいなんで、あの怒らなかったことをが起こったかどうかを証明するのが無理だから、そういう風にやってですね恩を売ろうとするわけですよ。いますよね。そうだからそういう人たちを叩き潰すためにはカバートアグレッション対策を見てみてください。結構ねズバッと叩き潰せます。はい。で、一回叩き潰したらもうやってこないですよ。ああいう奴らってね、なんか蚊みたいなもんなんで、血がこいつ血吸い放題だなって思った奴らの周りには来るんですが、一回叩き潰されるとですね、痛い目見るんでもう来なくなるので。はい。続いてですね、ピーカブーさんからいただきました。若い女と不倫同棲をした、夫とやっと離婚。はい。妻は物だと罵し、不倫女は必要だけど必ず家族は取り戻すといい。元妻子にお金を払う。私は不倫許せないので、モラが怖くどのこのという話ですよ。何言ってるか分かんないです。どちらからね。はい。やりすぎてもなし、逃げれて追われて悔しいと解決法はということなんですが、すいません。これ、何が言いたいのか分からないんで、こういう質問するときには必ず自分の中で整理していってくださいね。はい。途中からもうなんか愚痴みたいになっちゃってるんで、何が言いたいんだろう。ちょっと解読する時間がもったいないんでね、皆さん待ってるんでね、一応言うと、若い女と不倫同棲した、旦那さんと離婚して、で、家族を取り戻すっていうことは、家族を取り戻すってことは、お子さんがいるんですかね、親権を取りたいってことなのかな。うん、ちょっとごめん、これよくわからないですね。ちゃんと整理して質問してほしいかも。何してほしいんだろう、これは。元旦那から逃げたいってことなの？元旦那から付きまとわれてるってことなの？これちょっとわかんないな、これはな。解決法はわかりませんが、はっきり言いますけど、この解決法だったら弁護士に相談してください。これちょっとわかんないから変に解決できない。サイコパスから逃げられませんかってことなんですが、サイコパスかどうかもわかりません。ちょっとこの文面だけ見ると、ちょっとどっちがサイコパスなのかよくわからないので、ちょっとちゃんと整理して質問し直してもらうか、それか弁護士に相談してください。もうおそらくこれ、旦那さんが悪いんだと思うんですよ。若い女と不倫して、それで離婚することになったんだけど、親権を取ろうとしてるのか、その旦那さんと揉めてるってことですよね。まあ旦那さんが文句言ってることですよね。で、はっきり言って、不倫して同棲までしてる旦那にですね、言えることはないと思うんで、向こうが悪いと思うんですけれども、それ離婚調停とかの話になると思うんで、それはね、法律の、ジャンルになるので、僕ではなくて、普通に弁護士に相談しましょう。それが一番いいと思います。はい。続いてキーさんからまたいただきましたと思ったら、キーさんこれさっきのやつですね。ありがとうございました。はい。消えちゃいましたね、最後の人。すいません。そう、だからね、最後の質問者の質問消えちゃったんで、この人の質問答えますね。次から日本語としてわからない質問をごめんなさい、スルーします。はい。今後日本語としてわからない質問をスルーしますんで、はい。今ちょっと消えちゃった質問ちょっとリピートしてもらっていいですか？最後消えてた質問。はい。すいませんね。これは、ちょっと日本語としてわからない質問は、ちょっと整理されてない、パッと読んでわからない質問はスルーします。この解読してる間に後ろの人の質問が消えちゃうからかわいそう。日本語になってないですね、これね。最後の質問何でした？消えちゃう質問。菓子店って、お菓子屋さんの人。はい。次からちょっと読んでわからない質問はスルーします。ごめんなさい。はい。読んでわからない質問はスルーします。来た。菓子屋店長です。宿の、スタッフなどのおもてなし業界に転職したいです。多いじゃないですか。そんな中、コロナ禍に、会社に貢献しなければと思う転職してた思いがぶつかります。どうしたら自分の答えを導けるでしょうかと思います。あ、これはね、はっきり言います。自分の夢を優先してください。で、当たり前なんですけれども、会社っていうのはちゃんと対価をもらってます。給料を払っても会社が得をするようにしてるんですよ。つまり、従業員の人が働ける場所を作って、で、会社は、その従業員の人が働いたお金の一部をもらってるので、リスクは会社が取ってます。だから、何かあった時
とか、あるいはその払ってる給料もその給料で、例えば皆さんに会社が30万払ってるとして、もし皆さんがいや俺はの仕事は50万だというふうに思ってるのに会社が30万払ってたら停職される可能性があるんですよ。でこれは分かってやってます、はっきり言って。経営者だったら分かってないといけないです。だってもし本当にどうしてもいてほしいんだったら、あの大金を払ってでも常に止めないといけないんですよ。だから会社に義理とか貢献とか感じる必要はありません。対価は必ずお互いもらってます。これは皆さんは給料をもらっているから、会社が皆さんに対して義理を感じる必要も本来はないし、逆もしかりですよ。もちろん感じてもいいんだけどね。でも自分の人生の可能性とかはですね、自分の夢をですね、なんていうんですかね、止めてまであの会社にですね、あの義理を感じる必要はないと思います。例えばですよ、給料がじゃあ今30万円もらってるんだけど、ヘッドハンティングで50万円を提示されてると。でこれを会社に行って今50万円提示されていて、会社にね一応恩もあるし楽しい会社だから、もしここにもいい条件を出してくれるんだったら会社に留まろうと思いますけど、どうしますかって聞いてみればいいんですよ。でそれで、自分の会社がいや君はね言ってほしいから、じゃあ50万うちが出すよというふうに言ったら、それはですねあの会社との絆があったってことですけど、それでねいやちょっと君に50万はねえなーってふうに言われたら、したらどっちが大事にしてくれてるかって言ったら、50万出すって言ってる人の方が大事にしてくれてるわけです。したらそっち行けばいいんです。常に自分を幸せにすることを考えましょう。自分を犠牲にして何かを幸せにする必要はないです。なんでかというと、自分を犠牲にしたらで誰かを幸せにしてもいつかは自分が、保てなくなって誰かを幸せにしてあげることができなくなるからです。だからまずは自分を一番幸せにする選択をすることで、それから余力で誰かを幸せにしてあげてください。はい。はい、ということで、今日もありがとうございました。最後にじゃあ今日も締めは渡辺さんからのスーパーチャットで、締めたいと思います。いつもありがとうございます。12,000円ね、すごいね。緊急事態解除したから明日、娘らに会いに来る、両親、どう思われますか。これでパーフェクト自粛してたのに感染したら呪い、殺しそうでということで、ですね、はっきり言います、愚かですね。で愚かなんですけれども、うん、なんだろう、あのね、これでも娘よりさ、この、両親の方がやばいですよね。だって動いてる間にさ、感染する可能性あるわけで、で、コロナって結局、みんなが動き始めたらなるからね。当たり前ですけど、自粛して、なんかウイルス消えたっていうふうに思ってる人いますけど、いるからさ、往来が増えたら、また戻るんですよ。で、さらに第2波のことみんな忘れてるけど、第2波夏来ますから、夏から秋にかけて来るので、今までのね、250年間のインフルエンザとかのパンデミックとかの研究とか見たら、人類に感染してから半年後にですね、第2波が来るので、だから、そういう意味で言うと緊急事態宣言解除したから大丈夫だから、あの会いに行こうっていうのはこれはちょっと違うと思いますよ、はっきり言って、言った方がいいと思いますよそれは。まあ、別にパーフェクト自粛が偉いかどうかってそういうこともないと思うし、ね、例えばいいと思うんです。例えば変な話あれですよ。スーパーに買い物行くのと、寿司屋を、例えば二人だけで貸し切って、ね、寿司屋にですね、ご飯を食べに行く夫婦と、さあ、どっちの方が安全かって言ったら、僕多分寿司屋に二人だけでご飯食べに行く夫婦の方がまだ安全だと思うんですよ。第三者との接触がないから。ってことを考えちゃうと、別にパーフェクト自粛が偉いとかではないんだけれども、感染リスクをですね、追ってまで、娘に会いに来ようみたいなことをおじいちゃんおばあちゃんは止めた方がいいと思う。だからおじいちゃんおばあちゃんがやばいから、それは。というふうに思いますけどね、はい。大変ですね、はい。とりあえず、渡辺さんあれなんですね、娘がいるんですね。へぇ。はい。あ、すごい。じゃあ、最後は感謝タイムですね。最後感謝タイムなので質問以外だけ読み上げますね。はい。シエさんからいただきました。先日 PTSD から社会復帰できたけど恋愛だけうまくいかないと相談したものです。大悟さんの PTSD の、論文の過去動画に出会えとても嬉しかったです。とても励みになってます。自分の力だけでは自分の力だけでは知ることができなかったので、感謝してます。ありがとうございます。いやいやいや、PTSD から立ち直ったんだったら恋愛なんかクソ楽ですよ。本当に。はっきり言って。そう。PTSD から立ち直ってすごいからね。トラウマを乗り越えてもう成長してるんだから、あとはもう時間の問題ですけど、トラウマを乗り越えて成長した人って、あのね、苦しみを知ってる人は他人に優しくできるんですよ。もちろん厳しいことも知ってるから厳しくもできるけど、痛みを知ってる、強い痛みを知ってる人間は人の苦しみが分かるから優しくできるんです。はっきり言いますけど、もちろん優しく、全員優しくする必要はないですよ。優しくする価値がない相手もいますけれども、優しくできるので、でこの相手に対する共感能力とか理解力というのは恋愛で最も必要なことなので、多分普通の人よりも恋愛得意だと思いますよ。やってないだけで、ただ単に。そうだから、やればいいと思います。はい。続いて。渡辺さん、時間外ですいませんでしたということで、ありがとうございます。もう渡辺さんは時間外ですいませんでしたが、普通の人のスーパーチャットレベルなんですね。ありがとうございます。はい。いやいやいや、全然大丈夫ですよ。質問は締め切ってますけど、確かに、そうですね。質問は締め切りましたって言ってますけど、コメントとスーパーチャットを締め切りましたとは一言も言ってないですからね。はい。
質問はもう締め切ってんでごめんなさい。今日質問は答えませんが。はい。というわけで今日も皆さんありがとうございました。今日もね、遅くなってしまいましたが、明日はですね、水曜日なので、ニコニコをやる予定なんですが、すいません、明日いつもの時間にニコニコができるかちょっとわからないです。ちょっとわからないので、どうしようかな。ちょっとね、お知らせしますが、すみません、ちょっと明日、いつもと時間がずれるか、ニコニコを木曜日にする可能性が若干ありますが、また明日ちょっと、お知らせいたしますんで、はい。ちょっと明日はちょっと時間通り始まらない可能性大で先に予告しておきます。予告しながら思ったんですけど、別に今日も昨日も一昨日も時間通りに始まってないやんけっていうふうに思う方いると思うんですが、正解。はい。ということで今日もありがとうございました。また、次回お会いしましょう。バイバーイ。